潜水艦といえばスナイパーの一面がある戦闘兵器だけど、その価値がより高まったのは核弾頭搭載型ミサイルを発射できる戦略型潜水艦の登場が契機となったよ。戦略型潜水艦は、原子力を動力にすることで半永久的に航行が可能となり、その結果海があるところであればどこへでも隠密に行動し、敵国の喉元へ核兵器を突きつけることができるからな。まさに究極の抑止力としての効果を発揮するようになったよね。ちなみに、潜水艦にはかなりの隠密性が求められていることは周知の事実だと思うが、その他にも洋上での充電を行わずに済む能力ステルス性など、様々な能力が求められる兵器でもあり、世界各国はその開発にしのぎを削っているのも事実だぜ。特に、世界唯一の軍事大国となったアメリカが、自国では成し遂げられなかった高性能の開発を成し遂げた国として挙げたのは日本なんだよね。日本は、アメリカが我が国も撃ってほしいと懇願したとも言われるほど、高性能の潜水艦を開発することに成功しているんだよな。そうみたいだね。今回は、アメリカすら羨む日本の最新鋭潜水艦について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。遡ること2020年3月5日、兵庫県神戸市の三菱重工業神戸工場にて海上自衛隊の新潜水艦OUの引き渡し式が開かれたよ。海上自衛隊の主力潜水艦双雄型の11番艦である OUは、潜水艦の動力としては世界初のリチウムイオン蓄電池搭載の通常動力型潜水艦として就役したんだ。リチウムイオン電池、と言われてもピンとこないかもしれないけど、単純に言えばスマホの充電池とほぼ同じようなものですと聞けば、みんなもわかりやすいんじゃないかな。双雄型は世界最大のディーゼル潜水艦で、低振動で静粛性に優れ、世界有数の高性能艦としてアメリカをはじめとする各国から注目を集めているよ。そして、今回の OUからは、長時間潜航可能な、非待機依存推進 AIP 機関を海上自衛隊の潜水艦として初めて搭載することになったんだ。外機を必要としない AIP は、いくつかの方式があるんだけど、双雄型10番艦の双雄までは水中の航続時間を伸ばすためにスターリングエンジンを搭載していたんだよね。スターリングエンジンを導入することで、海上自衛隊の潜水艦は長時間の潜航能力に秀でる性能を持つことになったってわけ。でも、これだけ優秀なスターリングエンジンをあえて捨て、最新鋭潜水艦にリチウムイオン電池がなぜ搭載されたのかな？もちろん、捨てたのではなくより性能の良いものを求めた結果ではあるんだけど、ここで現在の海上自衛隊の潜水艦の状況について、詳しく見てみようか。2022年現在、海上自衛隊の最新鋭潜水艦大芸型以外で、リチウムイオン蓄電池を搭載して収益済みなのは双雄型潜水艦の11番艦オーユーグレ基地所属第1潜水隊軍第3潜水隊と、12番艦東雄横須賀基地所属第2潜水隊軍第6潜水隊の2隻となっているよ。双雄型潜水艦の所言で分かっているのは全長 84.0 メートル、最大幅 9.1 メートル、水中排水量4200トンの大型通常動力潜水艦ということであり、10番艦双雄までは非待機依存推進 AIP 対応のスターリングエンジンを搭載していたことは明らかになっているんだ。実は双雄型潜水艦の建造にあたって、当初の計画では潜航中動力としてリチウムイオンなどの燃料電池の搭載が検討されていたことは、一般的にはあまり知られていなかったんだよね。この時に検討されていた燃料電池は、燃料の電気化学反応によって発電する電池のことで、通常の乾電池などを指す二次電池と違い、様々な燃料を補充することで永続的に発電可能かつ発電効率の高い電池として各方面で研究が進められていたものだったんだ。防衛省傘下の防衛装備庁では、当初ナトリウムアマルガム燃料電池の採用を検討したんだけど、使用される水銀が大量に必要であったため断念し、酸素及び水素型電池の開発に舵を切り直したよ。でも、火器厳禁の取り扱いを要する酸素や水素潜水艦内部に搭載することの懸念があり、結局双雄型潜水艦には AIP スターリングエンジンの搭載を決定し、当時の技術研究本部ではその後を見据えて、水面下で次世代潜水艦用蓄電池となるリチウムイオン蓄電池の開発を進めていたってわけ。そして、その開発の成果が実り、OUイコールの潜水艦には、リチウムイオン蓄電池を動力とした機関を採用することになったわけなんだ。ちなみに、リチウムイオン蓄電池のメリットは、
鉛蓄電池の欠点であった水素ガスの発生がゼロあることや、エネルギー密度が2倍以上かつ 1.5 倍以上の繰り返し充放電回数ができるようになること、おまけに充電時間も短いことから、長期間海中で任務を遂行する潜水艦として優れた特性を発揮することができると判断されたことにあるぜ。海上自衛隊としては、リチウムイオン蓄電池を総流型の5番艦随遊から搭載したい意向ではあったが、別関係の太平型から搭載することに計画を変更しつつも、結局は前とした11番艦欧遊から搭載されることになったんだよな。そうそう。これは、中国などの軍事的脅威に対抗するために性能の高い潜水艦の配備が急務であったことなど、様々な事情があったためだね。中国から言わせれば、こんな潜水艦がいきなり上海の沖合に現れて攻撃でも仕掛けられては、たまったものではないもんね。そうだね。さて、リチウムイオン蓄電池を搭載するにあたり、総流型のスターリング AIP 機関は踏襲され、鉛蓄電池とリチウムイオン蓄電池を交換する方法、あるいはスターリング AIP システムも含めてリチウムイオン蓄電池と置き換える方法の3つが検討されたんだ。相互比較した結果、後者のプランの方が、コストは高くなるが水中出力が大きく、連続潜航時間が長くなると判断され採用に至ったみたい。ちなみに、リチウムイオン蓄電池を採用することによって高性能になったと思われがちだが、実際のところスターリング AIP システム搭載艦と比較すると時空間力が8000馬力から5600馬力に落ちているんだよな。とはいえ、潜水艦は馬力が勝負の兵器ではないからな。そうだね。他の総流型潜水艦と比べて、欧遊投入は水中における最大速力が、20ノット時速 37km から18ノット時速 33km に低下しているのは事実なんだけど、問題はその速力の持続力にあるんだよね。以前の総流型潜水艦の場合、搭載している鉛蓄電池が高出力を発揮する時間は意外と短くなっており、10番艦までは最高出力20ノットを維持できる時間はなんと5分間であり、連続潜航時の水中最高速度は16ノットまでしか出せないんだ。一方、欧遊投入のリチウムイオン蓄電池ならば、長時間にわたり持続して高出力を発揮することができるため、最高出力18ノットを数十分維持することが可能な能力を持つことになったってわけだ。さらに、連続潜航時間が10番艦までは2週間だったものが1ヶ月に伸びていることなど、航続距離や潜水時間についてもかなりの性能アップがなされているんだぜ。また、充電に必要なシュノーケル航行時間も格段に改善されているみたいだよ。以前の総流型で採用していたディーゼルスターリングエレクトリック方式では、フル充電のためにシュノーケル航行時間が5から7時間は必要だったけど、リチウムイオン蓄電池は急速充電により2から3時間でフル充電が可能なため、シュノーケル航行時間が大幅に短縮され、敵から発見されるリスクが軽減されたんだ。そう考えると、欧遊投入になっていこう、潜水艦としての総合的な能力は格段にアップしたと言っても過言じゃないね。さて、日本がここまで潜水艦の能力向上にこだわるのは、やはりシーレーン防衛のためであることは間違いないだろうね。資源のない島国である日本にとって、海上輸送の確保は国が生き延びるために必須であり、現に過去の戦争ではこのシーレーンを防衛することができなかったことで、結果的に敗戦したと言っても過言ではないよ。そして、シーレーンの防衛に欠かせないのはサイレントサービスとも呼称される潜水艦の存在だね。潜水艦は、その隠密性から商業船舶を攻撃するために必須の監視と言えるが、敵国の潜水艦の活動を阻害するためには、潜水艦を持って制することも必要なんだよな。そして、潜水艦はその隠密性から相手の目と鼻の先まで知られぬように侵入することができるよ。核弾頭ミサイルを装備した潜水艦が、ある日いきなり自国の周辺に現れ、察知されることなくそれを発射することができたらって考えるだけで、どこの国でも恐怖に駆られることは間違いないよね。ほんとだよね。潜水艦には、そういう隠密ゆえの恐怖という一面があるもんね。もちろん、非核三原則を持つ日本が自国の潜水艦に核弾頭ミサイルを装備することなど、絶対にありえないよ。ただ、絶対とは言い切れなくなっている実情ではある、と思うぜ。なら安心だと、中国や北朝鮮、それにロシアが思うかといえば、そうではないだろうしな。彼らが恐れていることは、日本の技術の結晶である潜水艦をアメリカや同盟国が購入することだよね。ああ、特にクアッドで親密さを深めているオーストラリアは、日本の潜水艦の購入を真剣に検討していたこともあり、アメリカも潜水艦隊の司令官が実際に欧遊に乗艦するなどして、興味があることを隠そうとはしていないからな。このように、アメリカをもうならせる日本の潜水艦技術だけど、現状では効果的な抑止力としての活用が大いに期待されているよ。
特に昨今は、中国やロシアの G 行動が盛んに行われていることから、それらに対する明確な対抗策として、欧州などの潜水艦の活躍が、日本の領土防衛につながるものと考えられるよね。それじゃあ今回はこの辺で。いつも見てくれてありがとう。よかったら、チャンネル登録してね。みんな、コロナが落ち着いてきて油断してるけど気をつけてくれよ。マスクもだけど中国にも油断しないでほしいね。大丈夫だよ。僕たちの視聴者を信じようよ。そうだね。なら今日の動画は終わりだよ。自民党の安全保障調査会が、国家安全保障戦略 NSS などの戦略3文書の改定に向けた提言案の中で、防衛予算を国内総生産 GDP 比を北大西洋条約機構 NATO が、各加盟国に求めている 2% に合わせて同等かそれ以上とすることを、5年以内と明記する方向で調整していることが明らかになっているよ。今の情勢を見て、ようやく日本も重い腰を上げようとしているんだね。少し遅すぎた感じはするが、このまま何もしないよりはいいな。降格降格、世界は軍拡ムードだもんね。そうだね。それについて、自民党では5年以内としている期日をさらに早期実現を目指す姿勢と強めていることも明らかになっているんだって。さて今回は、防衛費の5兆円増額で自衛隊が購入すべきものについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。防衛省における防衛予算においては、これまでの水準は概ね GDP 比の 1% 弱で、2022年度予算は5兆4000億円だったんだけど、安倍晋三元首相は23日の自民党会合において、5年間で NATO 並みに増やすことを念頭に置き、2023年度の防衛費は6兆円台後半とするのが適当であろうとの見方を示しているね。自民党の副案では、今後5年間で2022年度防衛費の5兆4000億円を毎年段階的に増やし、最終的には10兆円台に乗せることを目指しているとされ、有権者もまた、ロシアによるウクライナ侵略による安全保障上の懸念を受けて防衛費の増額には理解を示しているんだ。やっぱりウクライナでの出来事は日本の考え方にも影響を与えたね。このままじゃダメだって多くの人が危機感を持ったんじゃないかな。例えば産経新聞電子版が4月18日発信した、産経新聞社と FNN との合同世論調査で、防衛費増額について実施したアンケート結果によると、日本の防衛増額について質問に対し、大幅に増やすべきだとある程度増やすべきだの回答が合わせて 57.0% となり、今のままでいい 33.0% などを上回ったとされているからね。防衛費が10兆円に増額されるとすれば、2022年の5兆4000億円にさらに5兆円が加えられることになるんだけど、それをどのようなことに使うべきなのかということが議論を呼んでいるよ。5兆という数字は庶民感覚から見ると、とてつもなく大きな金額で全く見当がつかないが、軍事費としては、例えば、アメリカ海軍の新型原子力空母であるジェラルド・アール・フォード級の、1番艦ジェラルド・アール・フォードと建造中の2番艦ジョン・F・ケネディに、計画中の3番艦エンタープライズの3隻を合わせた、すべての設計開発費と建造費の総額が430億円約4兆8000億円とされているぜ。しかし、このことを比喩に挙げて5兆円など大した金額ではないと。デイリー新潮がその記事の中で主張しているのだが、原子量空母3隻建造する金額が大した金額でないとする感覚がおかしいんだよな。そうだね。デイリー新潮の記者は、5兆円など3隻の空母で簡単に吹っ飛ぶことがわかる。まして空母だけ喧嘩しても意味がない。艦載機である F-35 は、1機あたり約127億円と言われる。これを何十機も用意しなければならないと書いているんだけど。そもそも海上自衛隊がいきなりジェラルド・アール・フォード級の原子力空母を建造するわけがなく、5兆円という規模の予算の比喩にこれを当てはめる発想は、あまりに突飛な話ってわけ。冷静に考えれば2022年度に5兆4000億で現状の自衛隊を賄ってきたのであり、その中には海上自衛隊であれば出雲型護衛艦出雲加賀の空母化改修や新型 FFM 最上型2隻。新型通常動力型潜水艦太平型1隻、P1 哨戒機3機などの建造費他で1兆4092億円。航空自衛隊では F35 ライトニング2の通常離着陸型である A 型8機779億円と、垂直短距離離着陸機型の B 型4機521億円の合わせて1300億円が含まれているんだ。これだけ見ても5兆円の予算増額が、どれほど国防に貢献することになるかということがわかるよね。デイリー新潮の記事ではさらに、匿名の軍事ジャーナリストの話として、5兆円の使い道としていくつかの案を挙げていて、それは空中給油機と早期警戒機の増強、攻撃型無人航空機 MQ-9 リーパーの採用、そして対地巡航ミサイルトマホークの配備とされているよ。
航空自衛隊の空中給油機は現在 KC-767 を4機運用しているんだけど、これに KC-46A を加えることになっていて、2024年後まで20機体制の計画だけど、これと早期警戒管制機 AWACS を増強するとの意見にはインターネット上でも賛成する声が多いみたい。航空自衛隊戦闘機が日本上空の航空優勢を維持するためには、着陸して補給することなく長時間空中で警戒することが必要であり、ミサイルなどの兵装は補給できなくとも、燃料だけでも給油する意味はあるな。また、攻撃型無人航空機の MQ リーパーの採用は、航空自衛隊パイロットの損失を防ぐ意味で有効だろうぜ。そして巡航ミサイルトマホークの配備については賛否両論があるんだけど、トマホークは1発が143万ドル約1億8600万円で、1000発購入しても2000億円でお釣りが来るんだよね。海上自衛隊の護衛艦にも搭載されているマーク41垂直発射システム VLS から発射可能で、潜水艦の魚雷発射艦からも水中発射が可能であるため、導入してすぐに運用することが可能だし、防衛省では現在、陸上自衛隊が運用している、1式地対艦誘導弾の射程延伸開発を進めていて、将来的に 1500km まで延伸する計画なんだけど、この国産トマホークとも言える長射程ミサイルは地上発射型のみならず、艦上発射型と航空発射型も開発が進められることになっているよ。とはいえ実用化にはまだ時間を要するため、それまでのつなぎとしてトマホークを採用することで、中国、ロシア、そして特に北朝鮮への抑止力として有効であると見られているね。そして、デイリー新潮の記事に登場した軍事ジャーナリストは、陸上自衛隊の戦車について触れ、自衛隊では第2世代戦車の74式戦車、第3世代戦車の90式戦車、第 3.5 世代の10戦車が稼働していて、防衛省は74式を10式に置き換える方針をとっているが、戦車の数が減らされているという問題があるとして、この先本州方面では戦車が実質例題となることを問題として指摘しているよ。さらに10式戦車の開発より、優秀として高い評価を得ている90式戦車を改良した方が安上がりで早く実現できるとして、それをしないで10式戦車の開発を急いだのは、財務省が兵器の改良改修に理解を示さなかったからだと指摘しているんだけど、これは10式戦車開発の経緯について勉強不足と言えるかも。10式戦車に搭載されている C4I システムは戦場に配備された戦車がネットワークでつながり、一台の10式が敵を発見すれば、他の戦車も敵の情報を共有することが可能となるシステムで、さらには海上自衛隊の MOF システムなどとも相互運用が可能で、最終的には陸上海上航空3自衛隊の統合運用を見据えたシステムとなっているよ。90式戦車の後継戦車の開発においては、日本を防衛するための能力を将来にわたって維持する必要があり、将来戦に対応できる機能性能を有することが条件とされ、この C4I システムによる情報共有及び指揮統制能力の深み加え、火力防護力機動力の向上、全国的な配備と戦略機動のための小型軽量化が求められていたんだ。この際に現有戦車の改修や諸外国の戦車導入も検討されたんだが、まず現有の74式及び90式戦車を改修することに決定した場合、C4I システムを搭載するには戦車内部にスペースが足りず、さらにこれら消費電力が大きい電子機器への給電能力においても不足しており、その外ことからも見められるがを出さないとされたぜ。また、諸外国の新鋭戦車を導入する場合には、外貨の輸出問題に加えて、いずれの戦車も90式戦車より大型で重量が重い上、各国独自の C4I システムを陸上自衛隊の C4I システムに適合させるためには大規模改修が必要となり、さらなる費用と時間がかかることから導入を見合わせられたんだって。本州の戦車配備ゼロ問題については、105mm ライフル砲を搭載した装輪式の16式機動戦闘車が配備される予定であり、10式戦車と比べれば搭載砲の威力や装甲などにおいて若干劣るものの、機動性では10式戦車を上回り、日本の道路事情にはマッチした装備と言えるね。日本に侵攻を企てるとすれば、現状ではロシアが想定されるんだけど、その目標となるのは極東ロシア軍の戦力から考えて北海道が限界であろうと見られ、10式戦車を北海道に重点配備して本州の防衛には16式機動戦闘車を当てる方針を支持する声は多いみたいだよ。それじゃあ今回はこの辺で。それじゃ次のコーナーに行くよ。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は、ガチャピンとムックについてだよ。ガチャピンとムックといえば一昔前に一世を風靡したキャラクターだね。確かに。なんか懐かしいな。そのガチャピンたちなんだけど実は師弟関係だって知ってた？え、そうなの？設定なんてあったこと自体びっくりだよ。いや、普通は友達かなって思うだろ。
そう思うよね。なら解説していくよ。一見友達かと思いきやよく見たらムックがガチャピンに喋りかけるときはしっかり敬語を使ってるんだ。確かに言われてみれば。しかも、ガチャピンから喋りかけるときは敬語を使ってないんだよ。だからってそれだけで師弟関係とは言い切れないよね。そうだね。だけど、初期設定から師弟関係だったとされているんだ。へえ、そうなんだ。でも小さい時だから何も気づかなかったけど、今改めて言われるとめちゃくちゃ敬語使ってるね。確かに、初期設定が師弟関係なら間違いないな。ならガチャピンとムックにまつわる雑学でした。最後まで見てくれてありがとう。それじゃ今日の動画は終わりだよ。日本が本気で開発を進めていたタイドローン兵器 HPM が、いよいよ完成間近との情報を入手したよ。ウクライナ侵攻においても積極的に使われているドローン兵器だけど、その対応には両国ともかなり手を焼いていると聞くね。ドローン兵器の活用においてはウクライナに分があるみたいで、ウクライナの主張によるとロシアの戦車数百両をドローン兵器によって破壊したと発表しているよね。そのウクライナは、ドローン兵器としてトルコ製の軍事ドローンを活用しているようで、遠隔操作による対戦車攻撃はもちろん、上空の監視や地雷の敷設など、様々な形で利活用している模様だぜ。トルコがなんだかウハウハしている姿が浮かぶような気もするよね。そんなドローン攻撃を無効化すると言われる技術が HPM というんだけど、ウクライナのリアルなありさまを見てからか、各国ともその開発を急ぐようになったとされているんだ。当然、日本においてもその開発が進められているみたいだな。ドローン攻撃といえば、隣国の中国がロシアの技術供与を受けていることは周知の事実であり、尖閣諸島をめぐる侵攻が仮に行われたとすれば、尖閣のみならず沖縄本島や南西諸島に先制ドローン攻撃を仕掛けてくることだって十分に考えられるぜ。そうだね。さて今回は、そんなドローン兵器をめぐる実情と日本の対応について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ロシア軍のウクライナ侵攻が始まった2022年2月24日、その時点では装備兵器兵力の全てにおいてウクライナを上回るロシア軍がウクライナを蹂躙し、早い時期にウクライナの首都キーフロシア語表記キエフを占領するであろうと、ウクライナに対しては絶望的な観測しかなかったんだ。だけど、この予想はこの記事を書いている4月10日時点で現実になっていない状況で、ロシア軍はむしろ東方に向かって待機している状況となっているよ。キーフは、激しいロシア軍の攻撃にさらされながらも陥落を免れ、ゼレンスキー大統領をはじめとする政権幹部も健在している状況で、プーチン大統領の目論みは明らかに外れたと考えていいだろうね。この現実を、みんなはどう見ているかな。空と陸、人員、兵器の充実度を見ても明らかに勝っていると考えられた。ロシア軍がここまで苦戦している状況は、なぜ起こっているのか。ロシア軍の進撃が当初の計画よりも遅く、苦戦を強いられている。ロシア自身はそれを肯定しないけど、他国はすでにその状況を見切っているんだよね。ウクライナを過小評価していたのか、それともウクライナに対する積極的な西側諸国の支援が功を奏しているのか、その評価を慎重に測っている国こそ中国なんだ。あれだけロシアに対して好意的な姿勢を見せていた中国だけど、戦況を考慮してからか、ロシアからの兵器弾薬の支援要請に対して首を縦に振ろうとはせず、経済的な支援は継続するというグレーゾーンな関係に終始しているのは、軍事力としてロシアを信用できない、そういう中国の考え方が見え隠れするんだよね。ここで、ロシアのウクライナ侵攻の段階を再確認してみようか。まず、短距離ミサイルなどでウクライナの防空網を初動の攻撃で無効化すること、制空権を獲得した上で戦車を中心とする陸軍がウクライナ領内に侵攻。空と陸からの攻撃でウクライナの首都キーウを陥落させ新ロシアの政権を樹立する。これがロシアの書いていたシナリオなんだよね。こう書いてみると、かつての旧ソ連に侵攻したドイツ軍の電撃戦を彷彿とさせるんだけど、ロシア、元いプーチン大統領が書いていた作戦もまさにこの作戦ではなかったかと思えるんだ。対空優位の状況を作り出すために、ロシア軍は精密誘導兵器や爆撃によってウクライナ軍の防空網を叩き、それによって制空権や航空優勢の状況を作り出そうと企図していたみたいだが、今の時点でそれは全く果たせておらず、自分航空機に少なくない被害を被っているとも言われているよな。制空権や航空優勢の状況を得られなかったロシア軍は、半ば強引に戦車や装甲車両等の陸上兵力を追加投入して主要地域の占領を進めているが、逆を言えばそれ以外にウクライナを屈服させる手段を失っていたと考えてもいいだろうぜ。そうだね。その方法では、自分の損害も増加しているようだけど、拳を振りかざした以上、簡単に収めるわけにはいかない。
ロシアはそんなジレンマに陥ってしまったと考えていいんじゃないかな。ウクライナ軍は劣勢のはずじゃないのかなって思っていた。全世界の軍事アナリストたちの予測は外れたってわけだね。そんな彼らの前評判を打ち砕いたのは、やはりドローン兵器の活用だと考えられているよ。ロシア軍の戦車や装甲車両に対し、ウクライナ軍側の効果的な反撃を可能にしているのは、ウクライナ軍が保有するトルコ製の無人攻撃機バイラクタル TB2 によるところが大きいと、世界各国の軍事アナリストも指摘しているからね。トルコ製の無人攻撃機バイラクタル TB2 は、遠隔操縦型のドローンの一種で、3名操縦索敵攻撃等の担当がチームを組み、遠隔操作によって戦車や装甲車両攻撃を行うことで、多大な戦果を上げていることが確認されているんだ。バイラクタル TB2 は、2020年のアルメニアとアゼルバイジャンとのナゴルノカラバフ戦争で一躍名を上げ、優位に戦況を進めたアゼルバイジャンが有効活用したことでも注目されたものだね。バイラクタル TB2 は特攻兵器としての使い方だけではなく、点に帰還させることで何度も利用することができるメリット、もちろん無人で攻撃を仕掛けることが可能なため、人的被害を抑えることができるメリットなど、そのメリットには計り知れないものがあるんだ。ナゴルノカラバフ戦争において、アゼルバイジャン軍のドローン戦術は2段構えだったんだけど、まず、アルメニア軍の対空レーダーや地対空ミサイルを、特攻攻撃による神風ドローンの自爆攻撃によって無効にして、その後、航空支援を受けることができないアルメニア軍の戦車や装甲車両に対して、バイラクタル TB2 が対戦車兵器を装備して攻撃を仕掛け、大戦果を上げたんだ。とはいえ、ウクライナ軍は優勢な航空戦力を要するロシア軍に対し、ナゴルノカラバフ戦争におけるアゼルバイジャン軍のように一方的に有利なドローン攻撃を行うことが難しい部分もあるため、いかにバイラクタル TB2 を有効活用するかが、今後の戦況の鍵を握るとされているぜ。こうして、複数の戦場をかいくぐり、その戦果を喧伝することができたバイラクタル TB2 の有用性は、今後の戦場におけるドローン対策の重要性をクローズアップしたと考えていいだろうな。対ドローン対策としては、日本の防衛省でもこれに対抗する兵器技術の開発に着手しており、2022年度防衛予算で72億円を投じることが決定しているよ。軍事用ドローンに対抗する兵器は、一般的に HPM ハイパワーマイクロウェーブであることが多く、対象となる軍事ドローン等に対し高出力のマイクロ波を照射することで、操作を困難にするなど兵器として無効化することを狙った兵器となっているんだ。マイクロ波そのものは、電子レンジなどにも使われており、我々の日常生活でも身近なものであり、携帯電話などで使用されている電波の周波数帯もこれに該当するんだよね。実際にマイクロ波を使った対ドローン兵器の研究は、2014年から基礎的な研究が始められていたからな。現在防衛省が開発を進めようとしている HPM 兵器は、高出力のマイクロ波を対象たる軍事用ドローンに照射することで、その内部の電子機器を故障または破壊させ、無効化することを目的としているよ。そして、2022年度予算からこの HPM 兵器の開発を本格化させ、2027年前後の正式運用開始を目標としているみたい。また、ドローンだけでなく従来の物理的な砲弾やミサイルを用いた迎撃兵器にも機能としてプラスすることを目指しているようだね。昨今の兵器には、必ずと言っていいほど電子機器が組み込まれていることから、それらにも有効な兵器として HPM を採用しようとしている動きが進められているってわけ。HPM 兵器の特性としては、照射される高出力マイクロ波が高速であること、命中精度照射方向の切り替えに優れること、電源供給が確保できれば連続使用が可能であることなどがメリットとして挙げられるよ。特に軍事用ドローンは、用途に応じて小型化が進んでおり、従来のレーダーセンサーではその探知が困難な状況となっているため、物理的な砲弾やミサイルでの迎撃には限界が生じているんだ。また、個人の兵士が携帯可能なイスラエルの防空システムアイアンドームの類であっても、それらに対して使用するミサイルのコストが高すぎて、ドローンの迎撃に使用することは難しいとされている今、コストと性能、この3つを兼ね備えている HPM 兵器にかける期待は日々高まっていると考えていいだろうね。日本においても、HPM 兵器は他の迎撃手段よりも人的被害を抑止できる兵器として非常に有益であるとされているよ。特に、専守防衛を基本とする自衛隊にあっては、人的被害が生じることで国民の理解が得にくくなることもあることから、自衛隊の基本理念に合致する防御兵器である HPM は、導入に向けて積極的に運用されるだろうと推察されるね。防衛省では、アメリカ軍が開発を半ば断念したレールガンの開発を加速させることも報じられているけど、
個人的にはそちらよりも HPM 兵器の型が実用化すべきだし、現実的に開発に成功する確率が高いと思えるんだ。物量に物を言わせて進行してくるであろう。中国やロシアに対して効果的かつ人的被害を最小限に抑えることのできるドローン兵器や、対ドローン兵器としての HPM 兵器、これらはリンクして開発が進められることを大いに期待したいよね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。みんないつも見てくれてありがとう。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 朝鮮日報の日本語オンライン版が2022年6月7日に報じたところによると、韓国で機密軍事技術として保護されている最新鋭の通常型潜水艦、チャンボ 539KSS39、アンチャン補給の技術の一部が台湾に流出した疑いがあるらしいんだ。どうしてそんなことしたんだろうね。と入っても、所詮は韓国の技術だしな。どんな技術であれ、不正に流出させるのは罪の対象だからな。大方よく耳がくらんだんだろ。韓国人の悪いところだね。そんなこんなで、韓国警察は6日に関係者を検察に送致したとしているよ。さて今回はそんな韓国企業が韓国海軍の潜水艦技術を不正に台湾に提供したことについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。流出したとされている技術は、アンチャン補給潜水艦の1番艦アンチャン砲及び、2番艦アンムを建造したテウ造船海洋テウ造船海洋が保有していたもので、これを台湾が国産建造を進めている、台湾南部の高雄にある台湾海軍向けの次期潜水艦の建造を担当している国営企業の台湾国際造船に流出させたとして、造船関連機材資材メーカー A 社の関係者6人が韓国警察に逮捕され、送検されたんだって。韓国警察によると、この A 社の6人の容疑者は台湾国際造船の次期潜水艦建造プロジェクトにおいて、1500億ウォン約160億円で、テウ造船海洋で潜水艦建造に携わっていた、退職技術者15人を含む20人を台湾に派遣する契約を締結していたんだけど、この際にそのうちの1人がテウ造船海洋から持ち出した潜水艦油水分離装置や、バッテリー固定装置などの潜水艦建造に関する機密部品の設計図面2種類を台湾国際造船引き渡し、その見返りとして79億ウォン約8億3000万円を受け取ったとして、起訴前の追徴保全を申請してすでに裁判所から認定を受けたみたい。容疑者らはこれら潜水艦建造に必要な機密技術を持ち出す際に、現物の部品なども持ち出しているが、空港での説明で、海洋プラントの建設に必要な部品との虚偽の説明を行っており、警察の取り調べに対して設計部面や部品を持ち出したことが問題になるとは思っておらず、後から違法行為になる恐れがあることを知ったが、もう途中でやめることができなかったなどと供述しているようだぜ。知らなかったじゃ済まないよね。もう少しマシな言い訳はなかったのかな？韓国は言い訳までいい加減なんだから。A 社は1500億ウォンの契約を交わしていたけど、契約期間の途中でこのことが発覚したため、実際に台湾国際造船から受け取った金額は640億ウォン約67億円とされているけど、警察はそのうちの技術を流出させたことへの見返りとされる約79億ウォンについて、裁判所からの措置として起訴前の追徴保全を行ったよ。この起訴前の追徴保全とは犯罪を実行することで得られた利益を、起訴する前に差し押さえて確保する措置のことだけど、この措置がこのような産業界での技術不正流出事件に適用されるのは、今回のケースが初めてなんだって。警察は2022年3月に A 社の関係者6人を対外貿易法違反、不正競争防止及び営業秘密保護法違反などの容疑で起訴相当として韓国検察に送致しているんだけど、そのうち設計図面を自ら持ち出して台湾国際造船に渡した A 社代表の弟は身柄を拘束されていて、現在、台湾に滞在している A 社の代表を指名手配しているよ。韓国の警察庁国家捜査本部は、2022年2月から5月末までの100日間で特別の海外への産業技術流出に関しての取り締まりを行い、今回の A 社関係者6名も含めて、産業技術を国外に流出させた疑いのある96人を摘発し検察に送致したんだ。このことについて日本のインターネット上ではさすが韓国取り締まりを実行すれば1日に1人、不正を働いて私腹を肥やす人間が逮捕されるんだな。
産業技術の輸出よりも盗み出す方も取り締まるべきで、農作物にドラえもんや鉄腕アトム、果ては空手、剣道、桜、侍、日本刀など、全部韓国発祥と嘘をついている連中を摘発しろと、呆れあざ笑う声があるみたい。相変わらず日本のネット民は韓国に対して辛辣だね。まあそれだけ韓国は日本に対して好き勝手してきたからな。台湾は近年、一つの中国を前面に打ち出して台湾の主権剥奪を狙う中国に対抗するために、周囲を海に囲まれていることからも海軍の重要性が高まり、その増強が急がれているよ。これまでの台湾海軍はアメリカ軍の退役艦艇の購入などが中心だったんだけど、軍の装備全般において歳費で踏み総統が防衛装備の国産能力を高めることを防衛政策の中核として据えており、最近では練習機の国内生産による軍事航空産業の推進など、台湾が世界をリードしているハイテク産業を利用して、より精巧なシステムを持つ兵器装備を開発する計画を推し進めているよ。そのため海軍艦艇においても自主建造の方針が打ち出されていて、例えば原油1隻だけの第9コルベットを2019年から11隻量産する計画を立てるなどしていて、特に老朽化が著しい潜水艦においては、2017年から国の次期潜水艦 IDS8 隻を建造する計画が進められているみたい。台湾海軍は現在、4隻の潜水艦を保有しているんだけど、そのうちの2隻は、第二次世界大戦中にアメリカ海軍が建造して払い下げられたグッピー級潜水艦アシカ級艦名カットラスと、アザラシ級艦名タスクで、アシカは1944年寄港、アザラシは1943年寄港の関連80年近い骨董品のため、両艦とも耐圧からが歪んでいるだけでなく各所の金属疲労が著しく、水深20メートルまでしか潜水できないとされているんだ。残りの2隻は、オランダのズバールトフス級潜水艦を元にオランダで建造された海流1982年寄港、1987年収益と、シャチ1982年寄港、1988年収益で、これらの海流級潜水艦では対艦、対地どちらにも使用できるハープーンを魚雷発射艦から発射できるんだけど、40年以上前の設計構想で建造された時代遅れの潜水艦であり、これらと同レベルの潜水艦として海上自衛隊で運用されていた渦潮型潜水艦は、1996年までに全て退役しているよ。1990年代には中国海軍の潜水艦近代化が進み、これまでのロシアの払い下げ潜水艦よりはるかに静粛性が高く性能の良い潜水艦の建造が進み、台湾においても潜水艦の近代化を急ぐべしとの声が高まっていたんだ。そのため2001年、当時のアメリカのブッシュ政権が台湾に8隻の近代的潜水艦を供与すると約束したんだけど、アメリカ海軍の潜水艦の全てが原子力潜水艦となっており、原子力潜水艦しか建造することができず、台湾に輸出する通常動力潜水艦を建造できなかったんだ。ちなみに現在もアメリカには通常動力潜水艦を建造するメーカーは存在しないぜ。そのため、アメリカ政府はヨーロッパの潜水艦メーカーに建造させた通常動力潜水艦を買い上げ、それらを台湾に輸出する形を検討していて、当時退役が進められていた日本の渦潮型も候補に挙げられていたんだよね。アメリカ海軍と共通の魚雷やミサイルが使用されている日本製であれば、相互運用がスムーズに運び日米隊の連携が強化されるから。また、日本の潜水艦が高性能であることには定評があり、安心感もあるからだったんだけど、当時の日本武器輸出三原則で自衛隊装備の輸出が禁止されていたため、実現しなかったんだよね。また、もし防衛装備品移転三原則が間に合って輸出できたとしても、台湾の軍備増強には神経を尖らせる中国が黙っているはずがなく、オランダが海流とシャチを建造して台湾に引き渡したとき、中国がオランダに強力な圧力を加えたために、当初6隻の建造計画であったものが、2隻で打ち切られることになった前例から考えれば、不可能であったとする見方が多いよ。2017年の次期潜水艦計画は推定1兆6000億円160億米ドル超の予算で潜水艦8隻の建造が計画されており、一番艦は2020年11月24日に寄港されていて、2024年までに竣工する予定なんだけど、この設計建造にはアメリカ、イギリスが主たる役割を果たしていることに加え、オーストラリア、韓国、インド、スペイン、カナダが関わっているとされているんだ。アメリカは、戦闘システムやソーナー等の革新的技術を提供、イギリスは潜水艦用部品や関連するソフトウェアを提供しているほか、その他の5カ国は潜水艦建造経験のある技術者の派遣要請に応じることで建造に協力していたぜ。それぞれ、台湾国際造船への技術供与は、各国政府の許可を得て技術的支援を行っているとされ、
韓国大統領府は以前に、政府として派遣に関与したことを否定した上で、個人のレベルで情報を提供しているかどうかは調査中であると述べていたんだけど、今回韓国で警察の取り締まりによって、禁じられていた技術供与が実施されていたことが、表立って明らかになったってわけだね。それじゃあ今回はこの辺で。次のコーナーに行くよ。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は、トイレットペーパーについてだよ。え、トイレットペーパーに雑学なんてあるの？確かに。あれはリサイクルされた紙ってこと以外なさそうだな。では問題です。北海道、東京、沖縄、この3つの県でトイレットペーパーの消費量が多い県はどれ？急にクイズかよ。雑学じゃねえ。普通に考えて人口が多い東京か北海道だろうな。東京。なら俺は北海道かな。正解は、沖縄でした。二人とも不正解。なんかあの顔で言われたらバカにされている感じがしてムカつくな。日本人一人当たり年間消費量が約50ロール、月平均4ロールなんだけど、沖縄は 6.19 ロールとダントツで消費しているよ。みんな多分綺麗にしたいんだろうね。それじゃ今日の動画は終わりだよ。最近は一気に夏が近づいてきた感じがするよね。昼間は外にいるだけで汗ばんでくるし。まだまだ真夏日には程遠いけどな。今年の夏も暑くなりそうだぜ。コロナ禍でマスク着用は相変わらずだからね。感染対策ももちろんだけど、熱中症にも気をつけようね。水分補給はしっかりとやっていかないとだね。さて今回は、リチウムイオン電池搭載潜水艦について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。南シナ海での黒潮潜水艦が突如として現れたことを、みんなは知っているかな？護衛艦加賀などが、米軍との自由の航行作戦での訓練をしていた時なんだけど、今となっては後出しになってしまうんだけど、当時のチャンネルでも、潜水艦が海底に入ると言っていたよ。行った3か後くらいに当時の防衛大臣、小野寺氏が、15年も前から南シナ海での訓練を行っていた。護衛艦加賀の海底には黒潮が任務を遂行し、南シナ海で極秘任務についていたと発言したよ。なぜ、今頃発表と考えてしまうんだけど、実は黒潮は旧型の潜水艦で、その旧型でも南シナ海まで潜航しつつ、中国海軍にも発見されずこのタイミングという場面で、発表したんじゃないかな？つまりは抑止効果ってわけだな。でも、そういう型潜水艦がもう一隻海底にはいたのではないだろうかという気もしているぜ。そういう型潜水艦の潜航深度は旧型潜水艦の黒潮よりも深いのは当然で、この潜航深度は極秘扱いになっているし、1000メートルは潜れるという人や500メートルがいっぱいという話などもあるから、詳細は不明だがな。そうだね。実際にはその潜航深度は謎のまま未だに議論が繰り広げられているけど、当チャンネルでは、800メートルと考えているよ。最新鋭の鋼竜や闘竜など、リチウムイオン電池搭載艦ともなると、深く潜れるのではと考えるんだけど、この潜航深度はそのまま変わらないだろうと思うんだ。そういう型潜水艦の次、最新鋭潜水艦では変わってくると考えるんだけどね。通常動力型潜水艦でトップ、原子力潜水艦をもしのぐ性能を取り込んでいると思うよ。静粛性は実質トップと言えるから。さて、それじゃあリチウムイオンを搭載した鋼竜の引き渡しに備え、性能をおさらいしていこうかな。日本には潜水艦が数多くあるんだけど、鋼竜の出現が今までの潜水艦の歴史を変えたんだ。鋼竜は2018年10月4日に進水式を終えたばかりだし、本当の活動はまだまだこれからだけど、日本の本気の忍者が完成したのだと言えるんじゃないかな。まさしく海底の忍者だね。ちなみに鋼竜の建造費は660億円だったそうだぜ。この鋼竜の出現とは、一体どんな意味があるのかな。高性能な潜水艦は自国よりむしろ他国への脅威となるはずだし、つまり日本の周辺国中国、韓国、ロシア他にとっては、かなり目障りな脅威的存在だと感じることだろうね。なぜなら、日本に近づくことをしたら、空か海の両方を突破しなければならないんだし、忍者鋼竜なら海からの敵の接近をすぐに察知し、防衛体制を整えることができるだろうしね。自分たちの見えないところは潜む見えない敵ほど恐ろしいものはないよね。ここで、鋼竜に関する中国メディアが書いた記事を紹介していくよ。三菱重工神戸造船所で10月4日、新たに建造された潜水艦の命名式及び進水式が開催されました。この潜水艦の名前は鋼竜といって、双竜型潜水艦の11番艦です。特筆すべきは、この艦が世界で初めてリチウムイオン電池が搭載された軍用潜水艦という事実です。
中国の無料で利用できるニュースアプリであるジンリー統計は19日、欧州に関連した記事を載せました。そしてリチウムイオン電池を搭載した日本の潜水艦にはメリットが多いのに、どうして中国では採用しないのかと啓発しました。これまでの双流型は、鉛電池とスウェーデン製のスターリングエンジンを併用していたのですが、代わって新たにリチウムイオン電池を搭載することによって、水中持続力などが格段にアップしたようです。日本は近年軍事拡張の傾向があり、未だにアメリカの制限を受け、しかも平和憲法の下にありますが、軍備の面でも存在感を示しつつあります。といった内容だったんだ。また、記事は欧州が使用しているリチウムイオン電池についても説明していたよ。このリチウムイオン電池の発明に関しては日本人の吉野明氏が2019年のノーベル化学賞を受賞したことも記憶に新しいんじゃないかな。リチウムイオン電池は多くの電気自動車にも使用されている電池だね。蓄電量は普通の電池の3倍と言われているから、充電に時間を割けない潜水艦に使用するのは効率的と言えるんじゃないかな。充電のために浮上しなくて済むわけですから、潜水可能時間が長くなるはずだよね。さらに音が静かで、敵に気づかれにくいという利点もあるから、どうしてこんなに良いものを中国では採用しないのかという疑問が出てくるのも無理はないと思うよ。ジンリー統計の記事は中国で採用しない理由について、リチウムイオン電池には発火しやすいという致命的な欠点があるためと説明しているんだ。確かに、リチウムイオン電池を使用しているスマートフォンやノートパソコンに発火事故が少なくないのは事実だね。海底で活動する潜水艦上での火災は命に関わる大変な事故になるし、発火の恐れがある電池の使用はしないというのは理解できるね。とはいえ、潜水艦用リチウムイオン電池については、様々な問題予算とかのせいで、長い間採用が見送られてきたんだ。しかし、発火や爆発などのリスクについての安全性はずっと以前から確認されていたと報道されているぜ。ということは、結局中国製のリチウムイオン電池の問題であって、日本製とは違って信頼性に欠けるというのが正直なところなのかもしれないよね。中国の別のメディア開始等は10月24日、欧州については15年進んでいると言われるが、この間には致命的な欠点があるという内容の記事を掲載しているよ。リチウムイオン電池は、世界中の携帯電話や電気自動車に搭載されているんだけど、その大半は日本製と言われているんだ。今までの鉛蓄電池ではなく、リチウムイオン電池を搭載することによって、潜水艦は長期間の潜航が可能になり、メンテナンスが容易になり、音も静かで艦自体の隠密性が高まるなどの利点が多くあるんだよね。言うまでもなく、敵に発見されないことが潜水艦にとっては最重要だからな。水艦の位置を確認する方法の一つがソナーマンによる機体の音の補足なんだが、機体の音が静かであればあるほど、発見される確率が低くなるのは当然だよな。つまり、リチウムイオン電池が音を小さくしてくれるということだね。記事はこれらのメリットを認め、東方の大国イコール中国よりも、15年進んでいるという日本の専門家の言葉を引用しながら中国国内の危機感を示しているみたい。その上で、リチウムイオン電池には致命的な欠点が存在する指摘を行っているんだって。それがリチウムイオン電池は過充電状態だと発火する恐れがあるということで、万が一安全問題が起きてしまえばどんなに高性能な潜水艦だったとしても、無意味であると主張しているんだ。それに続けて、2013年1月には日本航空のボーイング787型機のバッテリーが発火するという事故が起きたことも紹介し、この問題はその後どこまで改善されたか判明していない以上、同じような事故が起こるかどうかは現段階では判別しがたいとも言っているみたい。と言っても、2013年4月には日米当局がアメリカボーイング787型機の運航再開をすでに認可しているから、787型機バッテリーの安全性は確認されたと判断していいと思うよ。どうして日本は、発火などのリスクを承知で、リチウムイオン電池を使用するのかって話だけど、この記事は、日本は原子力潜水艦を所有できないので、強まってゆく中国の軍事力に対抗するためにはリチウムイオン電池というリスクを選択するしかないのだとまで論じているんだよね。そして記事の最後には、中国の原子力潜水艦は言うまでもなく強力だが、残念ながら艦数が不足しているのが不安という雰囲気で、欧州に対する危機感を示していたみたい。潜水艦へリチウムイオン電池を搭載するのは世界でも初の試みだから、中国だけではなく、世界中から注目されるところだろうね。これほど注目を集める理由の一つには、日本製の優秀さ、
つまりやはり日本のものづくりに対する徹底した真摯な意識があるからではないかな。今あるものを真似して、同じようなものを作るだけで、もっと高度なものへという発想がなければ、いつになっても追いつけないだろうし、追い越すことも夢のまた夢だと思うけど、それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今回の雑学は、戦国時代についてだよ。僕、アニメも好きけど、戦国時代も大好き。だって、昔の合戦なんかは迫力があってすごいよね。確かにね、そんな戦国時代の合戦で活躍していた馬なんだけど、どんな馬だったと思う？そりゃあ、競馬なんかでも活躍しているかっこいい馬だろ。僕も同じ意見だよ。珍しく意見があったね。でも正解は、騎走馬と言われる小さな馬しかいなかったんだ。え、なら僕が知っている馬は何？あれは西洋種の馬なんだ。しかもその西洋種の馬が来たのは、1700年代のことらしいよ。小さい馬なんてポニーみたいじゃないか。そうだね。それじゃあ今日の動画は終わりだよ。また明日も見てね。ロシアによるウクライナ侵攻が長期化する中、ウクライナがロシアに対して善戦しているとの見解は、多くの軍事アナリストはもちろんだけど、一般市民においても同様の印象ではないかと思うんだ。ロシアがウクライナに対して苦戦しているのはなぜなんだろって思ってたけど、それには様々な理由があるみたいだね。ああ、プーチン大統領の一存で行われた作戦に対する兵士の士気低下、ロシア製兵器の旧型化、西側諸国による軍事兵器支援の効果、それはもう、様々な理由が挙げられており、その全てが正解なのではないかと思うぜ。そんなロシアが特に手を焼いているのはドローン兵器だと言われているね。ウクライナ軍は、トルコ製無人ドローンバイラクタル TB2 を大量に保有しており、これを効果的に運用することで、ロシア軍の戦車や装甲車両を大量に破壊することに成功していると言われているんだ。そしてロシアは、それらの無人ドローンに対して抵抗する術を持っていないと言われており、ウクライナ軍の最新技術をふんだんに使った攻撃に手も足も出ないといった感覚すら感じられるぜ。そんないい兵器なら、日本も中国やロシアへの備えのために保有しておいてもいいかもね。そうだね。実際防衛省は意外にもその気だったみたいだよ。今回は、無人ドローン兵器の導入や運用について、日本がどのように考えているのか、その効果はどのようなものなのかを詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。今回登場する無人ドローンバイラクタル TB2 が、トルコが製造した最新型の無人ドローン兵器だね。バイラクタル TB2 は、遠隔操縦型のドローンの一種で、3名操縦索敵攻撃等の担当がチームを組み、遠隔操作によって戦車や装甲車両攻撃を行う仕組みとなっており、実際に投入されているウクライナにおいては、ロシア軍の戦車や装甲車両を多数破壊するなど、多大な戦果を上げていることが確認されているんだ。もともとバイラクタル TB2 は、2020年のアルメニアと、アゼルバイジャンとのナゴルノカラバフ戦争で一躍名を挙げたんだよね。というのも、バイラクタル TB2 を積極的に導入したアゼルバイジャンが、優位に戦況を確保し、結果的にこの戦争を自国に優位な形で終えることができたとも言われていて、有効活用したことでも注目されたものなんだ。バイラクタル TB2 は、特攻兵器としての使い方だけではなく、拠点に帰還させることで何度も利用することができるメリット、もちろん無人で攻撃を仕掛けることが可能なため、人的被害を抑えることができるメリットなど、そのメリットには計り知れないものがあるぜ。ナゴルノカラバフ戦争において、アゼルバイジャン軍のドローン戦術は2段構えだったと言われているよ。まず、アルメニア軍の対空レーダーや地対空ミサイルを、特攻攻撃による神風ドローンの自爆攻撃によって無効にする。その後、航空支援を受けることができないアルメニア軍の戦車や装甲車両に対して、バイラクタル TB2 が対戦車兵器を装備して攻撃を仕掛け、大戦果を上げたと言われているってわけ。このバイラクタルシリーズの最新版が、ウクライナでも使用されている TB2 になるんだけど、トルコでは早速後継機種になる TB3 を開発中とのことなんだ。なんでも、バイラクタル TB3 は艦艇に搭載して運用することを想定しているとのことで、ついに無人爆撃機無人攻撃機が実用化される時代が来たようだな。手塚治虫先生の SF 作品に出てきそうな展開だよね。実際にこれが実用化されると、
空軍が必死にパイロットを養成する必要はなくなり、むしろ安全な場所でドローンを操作するメカニックやエンジニアの養成が急務になるのかも。既存のバイラクタル TB2 について、ロシアのウクライナ侵攻における状況を再確認しようか。ロシアの戦略としては、短距離ミサイルなどでウクライナの防空網を初動の攻撃で無効化すること。制空権を獲得した上で戦車を中心とする陸軍がウクライナ領内に侵攻。空と陸からの攻撃でウクライナの首都キーウを陥落させ新ロシアの政権を樹立するっていうのが、ロシアの書いていたシナリオだね。対空優位の状況を作り出すために、ロシア軍は精密誘導兵器や爆撃によってウクライナ軍の防空網を叩き、それによって制空権や航空優勢の状況を作り出そうと企図していたんだけど、今の時点でそれは全く果たせておらず、制空権や航空優勢の状況を得られていない状況だよね。それでもロシア軍は、制空権が担保されていない状況でも、強引に戦車や装甲車両等の陸上兵力を追加投入して主要地域の占領を進めることにするんだ。ウクライナ空軍も積極的に反撃に出るんだけど、空軍機のみならず登場したのが、バイラクタル BT2 によるドローン部隊ってわけ。実際、ロシア軍の戦車や装甲車両に対し、ウクライナ軍側の効果的な反撃を可能にしているのは、ウクライナ軍が保有するトルコ製の無人攻撃機バイラクタル TB2 によるところが大きいと、世界各国の軍事アナリストも口にしているみたい。もともとウクライナは ICT 先進国であり、多くのネット系企業や技術者が多数存在している国であり、通信インフラの整備もかなり進んでいた国だったからな。つまり、もともと無人操作技術を有しており、それを操作できるエンジニアも多数存在していたってわけだ。そこに来て今回のロシアの侵攻、ICT 化されたウクライナ軍のことをどこまでロシアが知っていたかは知らないが、ここまで痛めつけられているところを見ると、明らかにウクライナ軍の実力を過小評価していたことは事実だろうぜ。ウクライナ軍の前線を支えている最大の要因は、ゼレンスキー大統領の強力な指導力に支えられた軍と国民の旺盛な士気によるところが大きいわけだけど、個別の装備も同時に注目されることになったんだ。例えば、アメリカロッキード・マーチン社製の FGM-148 ジェベリンは、歩兵が通常2名1組で携行して運用する多目的ミサイル兵器で、射種が目標を定めて発射してしまえば、ミサイル本体は赤外線レーダー誘導等によって目標に着弾するよう自動的に飛行し、確実に破壊することも可能だよ。今までのミサイル兵器であれば、発射することで自分たちの位置を敵側に把握されれば、そこに攻撃を加えられて被害を被る可能性が大だったんだけど、安全な場所から誘導弾を発射することができるとなれば、兵士の生存率も向上するってわけ。そして、ジェベリンの有効射程距離は初期型で約2000メートル、最新型で約2500メートルほどだとされており、実際にウクライナにおいては安全な場所に潜んだウクライナ兵によって運用され、ここまで大きな戦果を上げているとされているね。そして、ジェベリン同様に安全な場所から敵兵器を攻撃できる兵器として重宝しているのが、バイラクタル TB2 だよ。ウクライナ軍がバイラクタル TB2 を使用していることは事実であり、実際に使用してロシア軍の車両を撃破する動画がウクライナ側から SNS 上に多数公開されているんだ。例えば、2月28日に公開された動画は30秒ほどの短いものだったけど、ロシア軍とおぼしき車両を上空からミサイル攻撃を行って成功させる様子が収められており、すでに300万回以上の再生数を記録しているよ。つまり、ウクライナ軍の凄さと、それに翻弄されるロシア軍の動揺を全世界の人々が主張しているわけで、ロシアとしては非常に無様な状態であると言えるんじゃないかな。バイラクタル TB2 のスペックについて詳しく、バイラクタル TB2 のスペックは、全長 6.5 メートル、全幅12メートル、最大離陸重量 650kg、最大兵装搭載量 150kg で、機関部には100馬力を発生するガソリンエンジンを搭載しているよ。これだけのスペックがあれば、各種の誘導爆弾誘導ロケット兵器が装備可能となっており、遠隔操作の場合には操縦攻撃式を担当するオペレーター3名体制で運用することで、より確実に兵器としての性能を発揮できるように設計されているんだ。そしてバイラクタル TB には、飛行において操作を要しない自律飛行能力も備えているんだって。つまり、離発着の時には有人操作を要するものの、それ以外の時には自動飛行を行って目的地に到達する。いわば、最新鋭の旅客機と同様の機能があると思えばわかりやすいかな。ただし、バイラクタル TB2 の遠隔操作は人工衛星を介して制御はできないため、飛行可能な範囲は操作要員が配置された拠点から 300km 以内と制限があるよ。バージョンアップされた最新型からは、衛星からの制御にも対応していると言われているんだけど、ウクライナ軍が使用しているものがどのバージョンなのかは今のところ分かっていないんだ。
日本においてもバイラクタルシリーズの導入を検討しており、特に現在開発中の TB3 については導入して艦艇に搭載することで航空兵力の増強につながるのではないかと期待されているね。航空兵力だけで見ると空母化改装を行った出雲加賀が2025年以降には実質的に空母として運用を開始するけど、これだけで中国やロシアの戦力に立ち打ちできるかといえば明らかにノーなんだよね。だが全通型艦艦を持つヒューガなどにバイラクタル TB3 を実装すればどうなるだろうな。実質的に空母としての運用も可能になるし、運用基地としてヒューガが移動すれば通信可能距離の制約も実質的にはなくなるぜ。うんうん。例えば尖閣諸島の有事に対応して航空優勢が確保できる沖縄本島周辺にヒューガが展開し、そこからバイラクタル TB3 が敵国の艦艇や上陸した陸軍兵力に対して攻撃を仕掛けるという戦術も見えてくるわけだね。防衛に必要な戦術の幅を広げる意味でバイラクタルシリーズの導入はぜひ積極的に進めてほしいとも思うよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったらチャンネル登録してね。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学はホッキョクグマについてだよ。ホッキョクグマか、確か真っ白なクマだよね。そうそう、そのホッキョクグマなんだけど、真っ白って言ったけど実は真っ白じゃないんだ。え、じゃあ僕が見たあのホッキョクグマの毛並みの白は見間違いなの？解説するとね、毛並みの色は白でなく透明なんだ。毛の中が空洞になった特殊な構造になっていて、光を通過するため散乱光によって白く見えるらしいんだ。そういうことだったんだね。今回もためになったよ。それじゃ、今日の動画は終わりだよ。2022年6月7日の夜、ロシア軍機とみられる航空機4機が、日本海上にて北海道方面に向けて直進飛行で領空に接近したらしいね。またロシア軍が近づいてきたの？何がしたいんだか。ロシアの現状を見ていると、日本に挑発行為を仕掛ける余裕なんてあるのかと言いたくなるよな。そうだね。これに対して航空自衛隊の千歳基地から戦闘機が緊急発進スクランブルをかけたとして、防衛省統合幕僚監部から8日に発表があったんだって。さて今回は冒頭で述べた通り、ロシア軍機が北海道に向けて異常な直進飛行をしたことについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ロシア軍機とみられる4機の航空機は、北海道西方から札幌方面に向かって直進的に日本の領空に向かって接近したため、北海道千歳基地の北部航空方面隊の F-15J イーグルがスクランブル対応を実施対応した機数は不明。4機のうちの2機はそれぞれ日本海上で旋回して西方に飛行して日本領空から離れ、残る2機は領空に相応に北上して樺太方面に飛行したとしているんだ。まるで札幌を狙うかのように飛行したこの挑発的な飛行については、ウクライナ侵攻に対する経済制裁がロシアにとってかなり効いている可能性があるとして、軍事的圧力をかける目的があったのではないかとする見方や、札幌を狙ったというよりも、千歳基地を狙った脅しではないか、とする軍事ジャーナリストの発言などが出ているが、過去に例がない進路であるとして話題になっているぜ。また、6月9日にロシア海軍の情報収集艦が、津軽海峡を日本海側から太平洋側に抜けたことを防衛省統合幕僚監部が伝えているんだけど、この情報収集艦は7日に宗谷海峡から日本海に入ったことが確認されているよ。情報収集艦って？情報収集艦とは、主に電子情報を収集するための軍艦で、シギントシグナルズインテリジェンス呼ばれる通信、電磁波、信号等の傍受による情報情報活動と、コミントコミュニケーションインテリジェンスと呼ばれる通信情報の傍受盗聴暗号解読に、エリントエレクトロニックインテリジェンスと呼ばれるレーダーなどの非通信用電子機器からの、電波放射などの電子情報収集などを実施する艦艇だね。この情報収集艦今回のスクランブルが発生した頃には日本海上を航行していたとみられ、それらのことからロシア軍機の行動は、これまでになかった飛行経路に対する、航空自衛隊の対応についての通信情報や北海道のレーダー関連の情報収集が目的であった可能性が指摘されているんだ。このロシア軍の動きが北海道侵攻への準備として行われたのか、あるいは単なる威嚇であるのかは不明であるが、いずれにしてもこれまでにない動きを見せているロシア軍の動向には注意する必要があるだろうな。そうだね。また、5月24日には日本海から東シナ海、太平洋にかけてロシアと中国の大型爆撃機による共同飛行による日本領空への接近があり、ロシア空軍のツポレフ95爆撃機2機と EU 新20情報収集機1機と、中国空軍の H6 爆撃機4機、ロシア空軍の K7 機が日本の領空近くを飛行したため、航空自衛隊の F-15J がスクランブル発進して対応しているよ。
その際にロシア国営 RIA ノーボスチが、ロシア軍機から撮影された画像とともに、日本の F-15 戦闘機は空中パトロール中のロシアのツポレフ 95MS 爆撃機に接近したと投稿しているんだけど、実はこの撮影された F-15 が、画像から沖縄の嘉手納基地所属のアメリカ空軍の F-15 であることが判明し、中国とロシアの航空機の動きに対するスクランブルに、アメリカ空軍機も参加していることが明らかになっているんだ。このアメリカ空軍機のスクランブルが、防衛省あるいは航空自衛隊からの要請であるのか、あるいはアメリカ空軍の判断によるものであるかは不明だが、日本周辺における中国軍機及びロシア軍機へのスクランブル対応回数は2021年、2022年と激増していて、航空自衛隊には大きな負担となっているため、在日米空軍の協力が必要となっているとしたら、防空体制そのものの検討が必要となるだろうな。かつて東西冷戦の最中では、当時のソ連空軍機が定期的に日本の周辺に出没していて、特に定期的に千島列島から太平洋上を南下して東京に接近するコースを、在日アメリカ軍が東京急行と名付けて、自衛隊もその通称で呼んでいたよ。ソ連崩壊後はロシアの経済が混乱していたこともあり、東京急行が実施されない状況が続いていたんだけど、2000年代に入りプーチン大統領が台頭するとともに、ロシア経済が立ち直りを見せたことから再び東京急行は増加する傾向にあったけど、今回のような札幌急行とでも呼ぶべき動きは初めてのことなんだ。インターネット上では、近年盛んに挑発を繰り返している中国、ロシアに対しての憤りから、領空に1ミリメートルでも侵入した時点で撃墜せよといった過激な書き込みが多々見られているね。今回もそうだが彼らは巧みに領空への侵入を避けており、実際に領空に侵入したのであればともかく、領空外を飛行している航空機を撃墜はできないんだよな。今回のロシア軍機の動きについて一つ留意しておきたいのは、航空機から発射し核弾頭の搭載が可能とされる、ロシアの極超音速空対地ミサイルクフ 47M2 キンジャールの存在だね。キンジャールの射程距離は2000から3000km とされ、例えば千歳基地を攻撃するにはロシア本土上空で発射したとしても到達させることは可能なんだけど、ミサイルを飛翔させる距離が長いことで海上自衛隊のイージス艦などによって撃墜されることもあり、できるだけ北海道に近づく必要があるんだ。その際にはキンジャールを搭載した航空機が、今回と同様の飛行ルートを取る可能性が高く、自衛隊がどのように対応したのかを事前に確認したのではないかとも考えられるな。探りを入れてきているってわけだね。ロシア極東の空軍にはこのキンジャールを搭載可能なミグ31がすでに配備済みであり、キンジャールそのものが配備されているかは不明なんだけど、大きな脅威とは考えられるよね。また、ロシアにはウクライナ侵攻でも使用された地上発射型ミサイルシステムイスカンデル M があり、このシステムからも核弾頭が搭載されたミサイル発射が可能とされているんだ。イスカンデル M は巡航ミサイルも発射可能であり、ロシアが2019年1月に公開した巡航ミサイル級 M729 を使用すれば、射程は 2000km 以上となり日本に十分届くものとなっているよ。さらにロシア軍には自らの領海内からも海上発射型の巡航ミサイルカリブルによって日本本への攻撃が可能であり、カリブルの射程は約 2000から2500km で、誤差3メートル以内の精度を誇るとされているね。このカリブルはアメリカ軍のトマホーク巡航ミサイルと同等以上の性能を持ち、水上艦艇だけでなく、ロシアの原子力潜水艦や通常動力型潜水艦のどの潜水艦からでも発射可能であり、核弾頭が搭載可能なミサイルとして極めて汎用性が高いぜ。海上自衛隊の対戦能力は世界一とされて入るが、カリブルをロシア海軍の聖域であるオホーツク海から撃ち込まれてしまうのでは、事前に防ぐことは難しいと思われるな。ロシアは水上艦から発射する海上発射型の極超音速巡航ミサイルツィルコンも2022年から配備を始めると表明していて、ツィルコンの最高速度はキンジャールに匹敵するマッハ9程度で、射程は 1000km 以上とされるよ。もしロシアが日本への侵攻を決断したなら、地上からはイスカンデル M、空からはキンジャール、海上及び海中からはカリブルツィルコンが日本に降り注ぐことになるんだよね。それらの同時砲は攻撃を受けた場合に、攻撃されなければ反撃することができない専守防衛の理念で、果たして自衛隊はその全てを迎撃できるのかは疑問だよな。今、日本をロシアや中国の無視から守るには、日本に向けてミサイルが発射される前に、できるだけその数を減らしておかなければならず、それには強力な敵基地攻撃能力を保有する必要があり、それはあくまで日本独自の判断で運用できるもので、アメリカ軍に頼るものであってはならないよ。
中国本土やロシア極東の重要軍事施設を直接攻撃可能な、かつ超強力な敵基地攻撃能力を保有することで、核兵器を保有せずとも北海道侵攻への抑止力として使うことができるだろうからな。そうだね。ロシアのプーチン大統領や中国の習近平国家主席には決して隙を見せてはならず、日本を攻撃すれば必ず勝てると思わせてはならないよね。それじゃあ今回はこの辺で。それじゃ次のコーナーに行くよ。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は、じゃんけんだよ。じゃんけんか、なぜか懐かしみを感じるぜ。僕なんてじゃんけんあまり勝ったことがないよ。じゃんけんは運だと思うよね。でもそのじゃんけんの勝率を格段に上げる方法を解説していくよ。なら今日は僕向きのやつだね。早く聞きたいよ。まずじゃんけんに関する全体的な確率はね、グーが 35%、チョキが 31.7%、そしてパーが 33.3% なんだ。こうしてみるとなんか偏っているよね。そうなんだ。だから、確率だけで言うと最初にパーを出せば自然と勝つ確率も上がるってわけ。なるほどな。運じゃなく確率によるじゃんけんか、実に面白い。でももし、パーを出してアイコになってしまった場合次の一手をどうしたらいいの？アイコになってしまった場合、アイコで出した手に対して負ける手を出すことによって、飛躍的に勝率が上がるそうだよ。つまりパーでアイコになってしまった場合、グーを出せばいいってことだな。そうそう。その他にも、気の強い人や中年男性はグーを出す傾向が強いという説もあるらしいよ。なんかじゃんけんは運だと思っていたけど、思ったより心理的な要素をたくさん含んでいるんだね。確かに、じゃんけん一つとっても奥が深いな。ならみんなでじゃんけん大会しようよ。最初はグーじゃんけん。あ、そういえばその最初はグーじゃんけんポンを強くはっきり言うことで、力んでグーを出してくる確率が高まるという方法もあるそうだよ。ちょ、それ終わった後言ってよ、びっくりしたじゃん。なら気を取り直して、最初はグー、じゃんけん、ポン。いや、俺らてないからじゃんけんできねえじゃん。あ、それじゃ今日の動画は終わりだよ。ウクライナ空軍が2022年7月6日に発表したところによると、前日の5日にロシア軍が黒海海上から発射したとされる艦隊地巡航ミサイル6発を、東部航空管区所属第138高射ミサイル旅団の地対空ミサイルシステムによって、6発すべてを撃墜したとしてその映像を公開したみたいだよ。ウクライナの地対空ミサイルの精度はすごいね。ロシア相手に徹底抗戦を続けることができているし、ウクライナの力は世界に轟いているよ。世界各国からの支援があることも確かだが、扱えなければ最新鋭兵器も宝の持ち腐れだからな。その通りだね。さて今回は、先ほど述べた通り、ウクライナ軍がロシアの巡航ミサイル6発を全て撃墜した映像を公開したことについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ロシア軍の艦隊地ミサイルは、ウクライナ中東部のドニプロ川の中流域にある、ドニプロペトロウシク州のドニプロ市など数カ所に向けて発射されたもので、3M54 カリブルとされている巡航ミサイル6発全てが撃墜されたと見られているよ。この 3M54 カリブルについては地上発射型の他に水上艦発射型のクラブ N と潜水艦発射型のクラブ S があるが、黒海艦隊の水上艦艇の垂直発射装置 VLS から発射されたものか、あるいは海キロ級通常動力型潜水艦の魚雷発射艦から発射されたものかは不明であるものの、撃墜されたカリブルの発射数が6発とのことから、魚雷発射艦6門を持つキロ級、あるいは海キロ級の通常動力型潜水艦から発射されたものである可能性が高いとされているんだ。また、ウクライナ軍が迎撃に使用した地対空ミサイルについても詳細が報じられておらず、インターネット上では様々な憶測を呼んでいるぜ。ウクライナ軍においては、ロシア製旧ソ連製の地対空ミサイルシステムのみならず、ロシアによるクリミア併合が起こった2014年以降はロシアとの関係が悪化し、その支配から離脱する動きが加速して、北大西洋条約機構 NATO へ接近して西側諸国との関係が強化される中で、NATO 諸国が使用する地対空ミサイルシステムも導入されつつあるほか、ロシアの侵略への対抗策として供与されている地対空ミサイルシステムなどが運用されているとみられている。まず、カリブルを撃墜したミサイルとして真っ先に挙げられているのが長距離対空ミサイルシステム S-300 で、これはアメリカ軍が運用するリム161スタンダードミサイルに相当する性能を持ち、中距離弾道ミサイルなども撃墜可能な性能を持っているんだ。ウクライナ軍の第138高射ミサイル旅団には以前から S-300 が配備されていたとの情報もあり、これによる撃墜と考えるのが妥当だろうな。S-300 は旧ソ連時代に開発され、同時複数の目標を攻撃可能なミサイル防空ミサイルシステムで、
ミサイルはメンテナンスの必要がない発射塔に格納されていて、車両に搭載されて輸送され、発射地点に展開された後、垂直に建てられた発射塔からコールドローン機方式でミサイルが垂直発射されるよ。システムは発射機、多機能レーダー車両、指揮通信車両、整備車両、補給車両などで構築され、発射機は送輪式と送機式に分けられ、送輪式にはウラル375トラックで牽引される 5P85T 牽引式発射機と、スカッド B 短距離弾道ミサイル用の MAZ543 トラックを改造した 5P85S 自走式発射機があり、装機式は T80 戦車と同じシャーシを利用した QA82、QA83 装機式自走発射機となっているんだ。ウクライナ軍が侵略を受ける前に保有していた S300 の数と現時点での配備数などは不明であるが、4月8日に隣国スロバキアのエドゥアルド・ヘゲル首相が、自国が保有する S300 をウクライナに供与したことを明らかにしているぜ。ウクライナ軍は、この S300 が配備される以前には S125 と呼ばれる高中高度防空用の対空ミサイルを保有していて、これはかつてユーゴスラビアでアメリカ空軍のステルス攻撃機 F-117 ナイトホークを撃墜したミサイルなんだ。でも開発から半世紀以上が経過しているから、すでに退役しているものと見られているんでしょ？ああ、だが、非常時に際して再び前線に配備されている可能性があると言われているぜ。また、旧ソ連陸軍では伝統の戦車機構部隊と行動を共にして近距離の防空を担当する、自走式の短距離対空ミサイルを多数開発しており、旧ソ連邦の中で最も有力な構成国であったウクライナには多数の自走式対空ミサイルが配備されていたと見られているね。その中の一つ、旧 K-33 オサーは車両自体が対空ミサイルシステムとして機能していて、車体中央部にある全周式砲塔ターレット上に、それと一体化した発射装置と管制装置が搭載されているよ。ターレットの中央全部に最大探知距離 25km、有効探知距離 20km の能力を有する六角形の目標追尾レーダーがあり、その左右にはミサイル管制用レーダーが設置され、その後方にミサイル発射装置が取り付けられていて、さらにその上部には 30km 先を探知可能な回転式の目標捜索レーダーを搭載しているんだって。搭載する地対空ミサイルは旧 M33 と呼ばれる一段式の固形燃料ロケットで、無線による誘導方式で飛行するほか、ECM 対策用の光学追尾装置も搭載されているらしいな。目標の速度によって有効射程と有効枝高が変わり、有効射程は高速の目標で1500から1万メートル、低速の目標であれば2000から6500メートル、有効枝高は高速目標で25から5000メートル、低速目標で10から5000メートルとされているね。旧 K33 に搭載するミサイルは1両あたり発射装置に搭載されている6発のみであり、自走転用の予備ミサイルは搭載してなくて、再装填は32発の旧 M33 を積んだ TZM 補給車両を随伴させて実施されるんだ。ウクライナ軍が150両保有していたとされているのが旧 K35 ストレラ銃で、装機車両に搭載されているため最も機構部隊の随伴用に適している近距離防空ミサイルシステムだよ。自走発射機には4連装発射機が装備されていて、予備ミサイルは8発搭載されており、この他に誘導レーダー車と指揮車がそれぞれ1両の計算量で1個防空ミサイル小隊が編成され、この1個小隊が各戦車連隊に配備され、飛行連隊レベルの防空を担うとされているみたい。搭載される対空ミサイルは改良型の旧 M37 が使用され、旧 M31 に搭載されている赤外線ホーミング誘導に加えて画像識別装置やテレビモニター誘導が追加されているために、目標が発するフレアなどの欺瞞に対応可能とされたほか、旧 M37 は射程も延伸されていて、有効射程800から5000メートル、有効射高10から3000メートルに延長されたほか、発射速度が増速されているんだ。また、ウクライナ軍は中高度をカバー可能な自走式対空ミサイルシステム旧 K37 ブークを72保有しており、このシステムには旧 M38 対空ミサイルが搭載されていて、この中高度ミサイルは有効射程3000から3万、2000メートル、有効枝高25から2万、2000メートルの性能を持ち、電波ホーミング誘導 SARH で誘導されるぜ。旧 K37 は同時に6つの目標を迎撃することが可能で、ジェット戦闘機、ヘリコプターに巡航ミサイル迎撃用として運用されているため、今回のカリブル撃墜に使用されたのはこの旧 K37 ではないかとの見方もあるな。これら地対空ミサイルシステムの他に、ウクライナ軍は巡航ミサイルにも対応可能な携帯式防空ミサイルシステムも保有しており、旧ソ連製の旧 K38 イグラはかなりの数が歩兵部隊に配備されているんだけど、巡航ミサイルに対応可能かどうかは不明だね。しかし、ロシアの侵略開始後にアメリカやイギリスなどから供与された、
歩兵携帯式防空ミサイルシステム FIM-92 スティンガーは巡航ミサイル撃墜にも対応しており、これらが使われた可能性も否定できないんだ。なお、ドイツからウクライナに50両供与されるゲパルト自走対空砲においては、砲塔右側の 35mm 機関砲側面にスティンガーミサイル2発が搭載することができるぜ。また、アメリカ国防総省が7月1日にウクライナに対して8億2000万ドル約1100億円の追加支援を発表し、すでに供与済みの高機動ロケット砲システムハイマース用のミサイルや、敵の砲撃位置を特定可能な対砲兵レーダー4機、155mm 榴弾砲の弾薬などの他に、アメリカのレイセオン社とノルウェーのコングスベルグ社が共同開発した最新鋭の、中距離防空用地対空ミサイルシステムナサムス2機が含まれることを明らかにしたね。これによってウクライナの防空システムの増強が図られるね。そうだね。それに、この先西側諸国からの兵器供与が進むことによって、ウクライナ軍の装備が次第に NATO の兵器に置き換えられていくものと見られているよ。それじゃあ今回はこの辺で。次のコーナーに行くよ。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は、考えている人についてだよ。みんなは考えている人を知っているかな？僕わかるよ。某有名番組なんかでも出ているよね。そうだな。あの深いか低いかどっちか忘れたけど、そんな感じの番組に出ている石像だよな。そうそう。あの石像なんだけど、何をモチーフに作られた作品かわかるかな？そりゃわかるよ。作品名通り考えてる人だよ。もうちょっとひねった答えでないのかよ。俺はトイレに行ってすごく気張っていながら考えている人をモチーフに作られたと思うぜ。なんとか言ってよ。すごく面白かったよ。うん。茶番はそろそろにして、話を戻すよ。ちなみに二人とも不正解だよ。え、ならなんなの？正解は、地獄に落ちていく罪人を上からじっと見ているところを表現している作品なんだ。全然考えていないじゃないか。いやもしかしたらあの子可愛いのになんで地獄なんだろうとか思っているかもしれないよ。確かにそれだったらめちゃくちゃ考えるよね。でもこれは面白い雑学だったな。でしょ。それじゃ今日の動画は終わりだよ。よかったら、チャンネル登録してね。ウクライナ有事において世界にその名を轟かせた、偵察攻撃用無人機バイラクタル TB2 か、バイラクタルについて、みんなはもちろん耳にしているよね。ニュースなんかで何度も聞いているからね。バイラクタルの強さって具体的にはどんなところなんだろ？その答えは、実戦経験がデータベース化されている、対レーダー能力が高い、対電子戦能力が高い、敵情監視に続き最適体制で目標を撃破する、夜間攻撃能力が高い、高速移動目標も撃破する、訓練が購入セットに入っているということが挙げられるな。そんなところだね。さて今回はそんなバイラクタルについて、順を追って詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。バイラクタルは、最大離陸重量560キロ、ペイロード55キロ、飛行時間24時間、操縦ステーションからの操縦範囲300キロとなっているよ。これは攻撃に使用する場合の戦闘半径だね。また、プログラマブルモードでは4000キロなんだって。バイラクタルは、赤外線及びデジタル光学カメラ、レーザーレンジファインダーが装備されていて、リアルタイムで画像を送信する機能もあるんだ。バイラクタルは操縦下でも、単独でも飛行可能で、偵察、監視、敵地攻撃などに利用でき、レーザー誘導式の誘導弾 MAM を搭載し、目標を撃破するよ。機体はカーボンファイバー複合材の取り外し可能なモジュールでできているため軽量で持ち運びしやすくなっているんだ。ロシア・ウクライナ戦争が始まった6年前の2016年、トルコ軍は、トルコ南東部とシリア北部のクルド人軍部隊に対してバイラクタルを使用しているよ。バイラクタルは、リビア、シリア、アルメニアで、対ロシア防空において、
5年間運用されていて、2020年にはアゼルバイジャンとアルメニアの第二次カラバフ戦争でバイラクタルが使用されたんだ。アルメニアの防空システムはほぼ完全に撃滅され、ナゴルノカラバフ領にあったアルメニア軍の装備のほとんどが使い物にならなくなる事態に陥っているみたい。最近ではエチオピアの内戦で使用され、2022年1月に58人の民間人が殺害されたことが確認されていて、バイラクタルの総飛行時間が42万時間以上と報告されているよ。軍事専門家は、UAV による大規模攻撃で効果が実証された。第二次カラバフ戦争は新しいタイプの戦争であると分析しているんだ。バイラクタルシステムの最も重要な部分は、統合された防空手段をバイパスするドローンの飛行経路を設定するための、デジタルマッピングミッションプランニングソフトウェア以下、実戦経験データベースだよ。トルコが実戦経験を次の戦闘に活かすために作り込んだソフトウェアだな。そうそう。このソフトは、今やバイラクタルと共にウクライナに送られていて、実戦で学んだ教訓が絶え間なく更新され、デジタル複製されてバイラクタル操縦ステーションで利用されているんだ。これこそが、ハイテク無人機の本当の強みだね。まさに今ウクライナ軍が、ロシア軍に対してこれを実証しているもんね。2021年の春バイラクタルが戦闘で初めて、ウクライナ東部領土上空を飛行し、バイラクタルは、ドネツク州フラニトネ村をロシアが砲撃している時に使用されたんだ。その時、ロシアはバイラクタルを検出することさえできなかったみたいだよ。また、バイラクタルは普通の飛行機よりも物理的に小さく、使用する金属も少なく、レーダー反射断面積が小さいためロシアのレーダーには見えないだけでなく、実戦経験データベースのおかげで意図的にそれらをバイパスするよ。地上からは低出力エンジンのブンブンという音も聞こえないし、ジェットエンジンよりはるかに少ない熱しか発生しないんだ。だからこそ赤外線で探知し、照準するミサイルでバイラクタルを撃墜することは困難ってわけだね。そういうことだね。さて、2022年2月28日バイラクタルはロシアのミサイル防衛システム部区を撃滅したよ。戦闘中だから部区のレーダーは動いていたはずなんだよね。バイラクタルには、対空ミサイルが発するレーダーを検知する機能はないんだ。つまり地対空ミサイルへの攻撃は、ポーランドや黒海上空を飛行する米軍の、偵察機や UAV からの情報をもとに、対空ミサイルで迎撃される経路を避け、監視を継続し攻撃を行ったものとみられているよ。バイラクタルは、対空ミサイル部区、トル、パンチルがレーダーを止めるのを待つか、乗組員が一服しに行くのを待って、平然と目標を破壊してしまうんだ。また、神風ドローン機、大砲、他のドローンの目にもなるんだって。一方ロシアの偵察用無人機オルラン10は、バイラクタルのように、レーダーや地対空ミサイルを避けるような丁寧な運用はされてなくて、日本製の市販カメラやエンジンを使って安価なため墜落を気にせず使われているみたい。バイラクタルに脅威となる敵レーダーの位置が特定できれば、実戦経験データベースにその地域の優れたデジタル地図を持っているため、レーダーでバイラクタルを見える場所と見えない場所を予測できるからな。地形によって、レーダー認識範囲は綺麗な円ではないしな。つまり、バイラクタルは、レーダーの隙間を通って標的に飛ぶってわけだね。そうそう。また、ロシアの資料では、バイラクタルは、信号が消える信号照準、もしくはロシアの電子戦ステーションが遮断すると書かれているみたい。ちなみにウクライナ資料では、バイラクタルと操縦ステーションとの通信が途絶えたことはもちろん、信号が傍受、解読されてバイラクタルが操縦されたという事例は一度も確認されていないそうだぜ。何らかの無線信号を妨害するためには、同じ周波数で妨害を発する必要があり、できれば指向性のある妨害が必要なんだけど、バイラクタルは数秒ごとに信号周波数を簡単に変えるんだって、すべての周波数を同時に同じように効果的に妨害することは不可能ってわけで。バイラクタルは距離が伸びて消費電力が上がると、自らを消すことができるんだ。また、通信が途絶えた場合、バイラクタルは半自動モードとなり、基地に戻るよ。たとえ信号を傍受しても、暗号化されていて解読に膨大な時間がかかるため、何もできないぜ。重要なのは、妨害を行う地上の電子戦ステーションが、一旦妨害のための無線信号を発信し始めると、その電子戦ステーションはそれ自体が非常に良い目立った目標になるってことだな。3月11日夜間にウクライナ軍はバイラクタルにより、敵の砲兵射撃式場と電子戦ステーションを撃滅していて、このことはバイラクタルが電子戦妨害を克服したことを示しているよね。またロシアの資料に戻るんだけど、ロシアの資料では、戦闘機はバイラクタルを簡単に撃滅できる。防空部隊は容易にバイラクタルを片付けることができる、と書かれていて、これに対するウクライナ側の以下のような反論があるよ。現代的戦闘機の方が飛行性能ははるかに優れています。
しかし、誰だって最低速度が時速200キロ程度のジェット機で、巡航時速170キロのプラスチック製無人機を追いかけることはないでしょう。機動力の違いは言わずもがな、ドローンは遅いが機敏です。砲で命中させるのは実際的に不可能で、ミサイルで撃ち落とすのは非常に難しいのです。戦闘機にとって、UAV はあまりにも難しいターゲットです。ドローンの天敵はトル M1、オサ、ブク M1、ブク M2、パンチル S1 などの防空システムです。しかし、バイラクタルが最高高度8キロで飛行する場合は、最低射距離の点からブク M2、パンチル S1 だけがバイラクタルを捕捉できます。通常バイラクタルは最高高度を飛行せず、レーダーに見つかりにくい低高度を飛行します。ネット上ではバイラクタルがパンチル及びブクを、正確に破壊する映像が多く見受けられます。世界でも類を見ないバイラクタルを撃墜することは難しいのでしょう。また、バイラクタルは操縦員3名がリアルタイムでモニターに表示される画像やデータを元に操縦していて、バイラクタルは操縦信号が受信不可能になっても地上からのナビゲーションや自動着陸が可能なんだ。バイラクタルは目標を継続的に空中監視し、ターゲットを発見したらミサイルを発射するために素早く前進することができるってわけだね。3月1日夜、スームイ州で多連装ロケットランチャーグラド多数を含む、約180台のロシア軍の装備をバイラクタルで撃滅したと、スームイ州軍民行政長官ドミトリー・ジビツキーが発表しているよ。さて、なんといってもバイラクタルの最大の成果は、黒海艦隊機関モスクワ撃沈において、沿岸対艦ミサイルネプチューンに協力したことが挙げられるよね。その際、バイラクタルは NATO の衛星画像から、また国境警備隊から送られた場所を正確に確認し、モスクワの有力位置を特定し、偵察に出て、その位置を常属監視し、ネプチューン部隊に通報したんだ。そして、モスクワ上院の監視体制がおろそかになるかもしれない時を見計らって、バイラクタルはおとりとして飛行し、対艦ミサイルネプチューンの到達時間に呼応して、ミサイル MAML を発射し、モスクワのレーダーを破壊したよ。ネプチューンはバイラクタルの誘導で、海面を滑るように飛行し、突入直前にシーカを作動させ、モスクワに命中させたんだ。モスクワの主要レーダーシステムは古い技術に基づいており、固定翼戦闘機、爆撃機、ヘリコプター、巡航ミサイルに対する、早期警戒システムとして機能するものだとされているよ。一方のバイラクタルははるかに小型で、レーダー反射断面積も小さく、飛行速度も低いため、現地の位置を下回った可能性が非常に高いという分析もあるな。そうだね。蒸気と相まって、バイラクタルの操縦が完璧であって、水平線の影からモスクワに近づいたと推定されるよ。また、1機のバイラクタルは2発の誘導対戦車ミサイル UMTAS レーザー誘導と発射距離 0.5 から8キロ、または4発の微調整高精度爆弾 MAMC、母属、または MAML 最大8キロの距離で移動及び静止した標的に命中させることができるを運ぶことができるんだ。加えて、バイラクタルは昼夜問わず攻撃できるよ。バイラクタルの戦果は凄まじいもので、3月10日ウクライナ国防省はバイラクタルでロシアの移動中の装甲車を撃破したと報道していて、5月2日早朝、ウクライナは黒海のズミーヌイ島の近くで、ロシアの哨戒揚陸艇ラプトルを2隻撃沈したと報道したよ。翌日5月3日には、バイラクタルがズミーヌイ島で、対空ミサイルシステムストレラ10と通信車両及び人員を撃滅しているし、5月6日には同島で高射ミサイルシステムトルを撃破しているから、破竹の勢いだよね。また、トルコはバイラクタルの輸出セットとして訓練を入れており、輸入国は実戦経験データベースをすぐに使えるようになっているんだって。トルコはバイラクタルだけでも、ウクライナ、アゼルバイジャン、モロッコ、チュニジア、カタール、キルギスタン、トルクメニスタンなど、16カ国から受注しているらしくて、ポーランドは2021年このような無人機24機の購入を発表し、NATO 諸国として初めてトルコ自身を除けばこのような兵器を受け取ることになったんだって。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録、よろしくね。2022年2月24日に始まったロシアのウクライナ侵略から5月24日時点において、ちょうど3ヶ月となるよね。現在ロシア軍の進軍は停滞し、むしろウクライナ軍が優勢になりつつあるよね。侵略開始当初では圧倒的なロシア軍戦力の前にウクライナは1週間も持たないと見られていたのにな。ロシアはウクライナとウクライナを支援する各国を甘く見ていたってことだね。そうかもしれないね。さて今回は、そんなロシア軍のウクライナ侵略についてロシア軍の本質も踏まえて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。新ロシア派武装勢力が支配していた東部と、
2014年にロシアに奪われたクリミア半島と接する南部が制圧されているものの、ウクライナ軍は、一時は首都キーウ近郊に迫ったロシア軍を撃退し、北部のロシア国境に近いウクライナ第二の都市ハルキウ周辺でも攻勢に転じていることに、世界中の軍事専門家が驚きを見せているね。かつてソ連だった第二次世界大戦最中の1941年、領土深く侵攻したナチスドイツ軍に包囲されたレニングラード、現在のサンクトペテルブルグにおいて900日にわたり耐え抜き、100万以上の市民に犠牲者を出したと言われながらも撃退した。レニングラード包囲戦を経験したはずのロシア軍が、80年後に今度は自分たちがナチスと同じ鉄を踏むとは、ロシア軍のみならず誰もが予測できなかっただろうな。そうだね。ウクライナへの侵略開始初日からロシア軍は戦術ミスを犯していたことが、各方面指摘されており、その最初は、首都キーウ近郊の空港を制圧しようとした。空挺部隊が輸送機を撃墜されるなどして撃退されたことに端を発していたんだ。ロシア軍は近代戦の定石通りにウクライナ軍のレーダーや空軍基地など、軍関連施設に短距離弾道ミサイルや巡航ミサイル、航空機による空爆を加えていたようなんだけど、それが不完全なまま空挺部隊を空港に展開しようとしてしまったんだって。こう焦るとろくなことにはならないよね。そういうことだね。まあそのために生き残っていた。ウクライナ軍の防空システムによって、空挺隊員を乗せたままの輸送機を撃墜されたほか、空爆のために飛行した戦闘機や攻撃機、空挺隊員を援護しようとした、攻撃ヘリコプターなどが多数撃墜されたと言われていて、ロシア陸軍でも精鋭中の精鋭とされる空挺隊が壊滅状態に陥ったとされているよ。たとえ軍事力的に格下だったとしても、手は抜いちゃダメだよね。うんうん。その後、軍事施設も民間施設も区別なく、無差別に大規模な空爆を実施してウクライナの各都市を破壊し続け、ウクライナとの国境地帯に集結させていた十数万の部隊を、数に物を言わせて一気にウクライナ領内に突入させたものの、制圧したといえる大都市は南部のマリウポリだけで、アメリカやイギリスの諜報部などの情報によればウクライナ領内に進撃した、ロシア軍部隊の2割から3割が戦闘不能状態にあるとされ、前線に出た10名以上の召喚旧指揮官が戦死させられたというんだ。世界最強の陸軍国とまで呼ばれていたロシア軍が、実は無能な右往の州であったことを世界中に喧伝してしまった理由について様々な理由が語られ始めているな。そうだね。まず一つには、ウクライナにおけるロシア軍の戦略、戦術などの戦闘ドクトリン、いわゆる戦闘競技が実は、第二次大戦時代のソ連赤軍時代から全く変わっていないことが指摘されているよ。戦闘ドクトリン？戦闘ドクトリンとは、敵都市などへの攻撃に対しては戦闘員と民間人を区別せず、むしろ民間人を標的としてその人権を無視し、侵害することで恐怖を与え、大量の大砲やロケット弾原台であればミサイルによって破壊し尽くした上で、補給などの兵站には配慮せずに戦車、装甲車などを装備した大軍を、一気に投入して殲滅するといったものだよ。このドクトリンは太平洋戦争終結時に、満州やカラフトなどで日本に対しても実行され、移民として渡っていた多数の日本人が命を奪われ、捕らえられてシベリアに送られたんだ。また、ナチスの侵略を跳ね返し、連合軍と共にドイツ国内に侵攻した際にも、当時のソ連指導者であったスターリンがドイツ民間人への攻撃はもちろん、ドイツ国内での略奪と性的暴行を許可していたんだって。ソ連からロシアとなっても、その戦闘ドクトリンでは、民間人を戦闘員同様の標的とみなしており、ロシアの軍事戦略家アレクセイ・アルバトフは、敵国の都市や施設の完全破壊や民間人にどれほど犠牲が出ようが、自分の損害を減らすためであれば問題はないと2000年に発表していて、そのような行為がどれほど国際社会から非難されたとしても、ロシア軍の損害を抑えるためであれば許されるとしているんだろうな。そうだね。ソ連が崩壊してロシアに変わっても戦闘ドクトリンが全く変わっていないことから、その後紛争などに介入したチェチェン、シリア、ジョージアでも都市を破壊し、民間人を攻撃し、略奪レイプ拷問強制連行裁判なしでの処刑などの、戦争犯罪を繰り広げており、今はウクライナでこれらの行為を現在進行形で行っているんだよね。民間人を意図して攻撃するなんて考えられないよね。軍に対抗する力を持っている人なんて、民間人にはほとんどいないだろうし、その上人権を踏みにじるようなことをするなんて、ほんと正気の沙汰じゃないよ。このような軍隊を持つロシアに対して命を守るために降伏すべきと主張する日本人がいるが、それもどうなんだろうな。降伏すれば攻撃で死ぬことよりも過酷な扱いが待っているだろうからね。ロシア軍相手なら、降伏するよりも戦う方が生き残る可能性が高いのかもしれないよ。そうだね。また、ロシアにおける軍事文化は帝政時代からの、
貴族社会で発展し熟成されたものであり、下級農民がどれほど死傷しても、気にすることなく大軍を送り込んで敵を圧倒する戦術がその土台にあり、レーニンに率いられて民主革命を遂げたボリシェビキの時代となっても、人命を尊重するどころか帝政ロシア以上の残忍さで少数特権階級が粛清を行うなど、人命を軽視する文化は引き継がれていたんだ。その人命軽視、兵士軽視のロシア軍では兵站も軽視されていて、十分な燃料や食料を前線に供給する計画がずさんで、それを担当する兵士も訓練不十分な徴兵が当てられているために機能せず、前線では車両が動けず兵士が空腹に悩まされているばかりか、腐敗しきった軍上層部が軍事予算の4割近くを不正に流用しているため、兵站だけでなく、装備のメンテナンスがまともになされていないって話も聞いているよ。これらのことからロシア軍末端の兵士の士気は著しく低下しているとされ、ここまでの前線によって祖国防衛の士気がさらに高まり、アメリカや NATO 諸国、東欧諸国などの援助により装備が充実した。ウクライナ軍が攻勢に転じれば、ロシアは支えきれず制圧した地域を放棄して、敗退するしかないとの見方をする軍事専門家が増えているんだよね。今や世界はウクライナの味方だからね。ロシアのこれからを考えると同情せざるを得ないよ。ロシア軍が総崩れとなる状況に陥った場合、プーチン大統領以下の指導部はさらに核兵器使用の脅しをかけて、優位に立とうとするであろうし、実際に戦術核を使用する可能性は否定できず、この先のロシアプーチン大統領の決断が注目されているよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録、よろしくね。はい。ここからは雑学の時間だよ。待ってました。今日は日常生活でよく使われる爪楊枝にまつわる雑学だよ。爪楊枝の持ち手側の端には、溝が掘られているのは知ってるよね。しかし、爪楊枝に溝がついている理由や意味については、ほとんどの人に知られてないんだよね。滑り止めだと考える人も多いかもしれないけど、あの溝は滑り止めのために掘られたものではないんだ。それじゃあ早速爪楊枝の溝の意味や用途について解説していくよ。実は爪楊枝の溝には意味も用途もないんだ。爪楊枝の製造業者からも、特に溝の使用方法については告知されておらず、溝が掘られていることで使い勝手が良くなることなどはないんだ。一部の人は溝の部分から爪楊枝を折り、爪楊枝を木にするなどの用途で使っているけど、これは溝が掘られている本来の目的ではないんだよね。冒頭でも解説したけど、溝が掘られていることによって滑り止めになるわけでもないんだ。そもそも爪楊枝は原料が木であり、素材的にも滑って落とすということもないもんね。それではなぜ溝を掘る？特に意味も用途もないのであれば、爪楊枝に溝が掘られていることが不思議だよね。実は、爪楊枝の溝は爪楊枝の製造過程において、しょうがなく掘られているだけなんだよ。爪楊枝の先端を尖らせるときには、機械にセットした爪楊枝を高速回転して削っていくんだ。そして、高速回転させることによって、手荷物側の木が焦げて黒くなり、見た目が悪くなってしまうんだよ。そのため、見た目の悪い焦げた部分を削り取るために、しょうがなく溝を掘るようにしたんだよ。あの溝は少しでも爪楊枝がおしゃれに見えるように飾り彫りされたもので、こけしを参考にしてくびれるようにして掘られているんだ。今後、爪楊枝を製造する機械が発達し、持ち手の部分が焦げなくなった場合は、コストカットのために溝を掘る工程がなくなるかもしれないね。以上、爪楊枝の溝の意味や用途についてでした。最後まで見てくれてありがとう。ありがとう。現状、ウクライナの前線の要因には、各国からの支援によるものが大きいよね。軍事大国である米英が、このウクライナ侵攻にウクライナ側に支援をしているしな。この結果全ての領域で西側諸国が勝っているのではと考えられるぜ。これだけ主要大国がウクライナに味方してたら、ウクライナとしても心強いだろうね。逆にロシアからすれば孤立無援って感じだもんな。そうだね。
さて今回は、ロシア軍の苦戦や、ウクライナ軍の奮戦を支えるハイテク兵器について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。イギリス国防省が2022年5月2日に公表した、ロシア軍がウクライナ侵略開始以来の被害の分析結果によると、ロシア軍が投入したとされている大隊戦術群120以上のうち4分の1以上の部隊が戦闘不能に近い状態になっているんだって。また、当初投入した部隊のおおむね3分の1が損耗したとの情報もあり、ウクライナ侵攻軍にもはや衝撃力は期待できないという見方が大勢だよ。ロシア陸軍における大隊戦術群とは、高水準の即応能力を保った諸兵科による連合機動部隊で、1個大隊戦術群は、防空部隊、砲兵部隊、工兵部隊、および後方支援部隊などが増強された、2から4個中隊で編成された機械化歩兵大隊で構成されるんだ。さらに、戦車中隊およびロケット砲部隊などが加えられ強化された部隊もあるぜ。大隊戦術群は2013年から2015年にかけて行われたロシアによる、ウクライナ軍事介入特にドンバス地方での戦闘において投入され主力としていたとされ、これらの大隊戦術群は、1個戦車中隊、3個機械化歩兵中隊、2個対戦車中隊、2または3個砲兵中隊、および2個防空中隊から構成されていたよ。ロシアのセルゲイ・ショイグ国防相によれば、2021年8月現在、ロシア陸軍ではおよそ170個大隊戦術群を有していたとされ、各大隊戦術群は約700人から1000人の将校及び兵士を有し、それぞれ20台の戦車と40台の歩兵戦闘車などの装甲戦闘車両が配備されるとしているみたい。ロシア陸軍がこの大隊戦術群を採用した経緯は、第一次及び第二次チェチェン戦争と2008年のジョージアとの戦争中に、旅団及び師団において人員と装備が不足したことに起因していて、その場しのぎとしてロシア陸軍で形成されたことが発端だったんだ。このジョージア戦争における大隊戦術群の急ごしらえに対する批判を受けて、ロシア国防省は2008年10月に定員と装備を充足させた常設即応旅団を創設することでロシア陸軍を再編すると発表したんだけど、2009年11月にセルジュコフ国防省が罷免されて、現在のショイグ国防省が就任した際に、守備旅団内に常設即応大隊戦術群を作ることが選択されたため、この常設即応旅団創設計画は見送られたよ。この大隊戦術群の利点は、異なる兵器体系を組み合わせていることによって、ここの組織レベルにおいて重火器による攻撃が戦術的に容易に選択できることにあり、例えばアメリカ陸軍の基本的な機動部隊である旅団戦闘団 BCT と対峙した際には、長射程の重火砲を持たない BCT を遠距離から攻撃しつつ有利に交戦することが可能とされているな。しかし、この大隊戦術群は、敵や戦軍に対して機動力と打撃力の優位を持って攻撃することは可能でも、陣地の占領や都市部における行動などでは、その歩兵人員の少なさゆえに不利な状況に立たされるという指摘もあったぜ。これは、大隊戦術群では歩兵の人員が約200名程度で BCT と比べて不足しており、側方や後方の安全を確保するためには、後方支援部隊や軍隊に代わる準軍事組織、例えばドンバス戦争における新ロシア武装民兵組織などの存在が必要不可欠とされているんだけど、これら準軍事組織と大隊戦術群の司令官との連絡には携帯電話などが使用されることが多く、それらに情報保全対策が施されていないことが問題視されていたよ。今回のウクライナ侵略ではロシア軍の将官級司令官が多数戦死していると伝えられているんだけど、この携帯電話のセキュリティ対策を実施せずに実戦で使用したため、司令官の居所が明らかにされて攻撃を受けたためではないかと見られているんだ。言ってしまえばロシアの慢心が招いた結果だよね。また、ロシアの法律によって徴兵による徴集兵がロシア国外において作戦行動を行うことは禁止されていて、ロシア国外での大隊戦術群は志願兵で編成されているはずなんだけど、ウクライナ国内に侵入したロシアの大隊戦術群の捕虜の中に、訓練すらまともに受けていない若年の徴集兵が多数存在していることが明らかになっていて、ロシア軍の人員不足が浮き彫りにされているよ。今回のウクライナ侵略においては、この大隊戦術群の欠点が露骨に現れていて、特に初期段階において首都キーウ周辺の空港を脱出するために投入した、精鋭中の精鋭である空挺部隊に多大な損害を被ったことで、このまま戦争が終結したとしてもロシア陸軍の再編には数年を要するであろうと見られているな。多大な被害が出てるもんね。以前のように編成するには時間がかかるのも当然かな。そうだね。ロシア陸軍は首都キーウ陥落を諦めて以来、大隊戦術群を再編成した上でウクライナ東部2州の独立解放を目指して再配置して攻勢をかけているとされているんだけど、
アメリカ国防総省やイギリス国防省、両国のメディアなどの情報によれば、ドンバス地方など東部戦線は膠着状態にあるとの見方が示されているよ。アメリカ、イギリスの情報筋などでは、ウクライナ東部での戦況が膠着状態にある理由について、ロシア軍がキーウ周辺から撤退した理由とされた長い補給線は、ロシア領内に近い東部戦線では解決されたはずであるが、前線部隊での軍事物資の不足が一段と深刻化していると指摘した上で、満足に食事も取れないロシア軍兵士の士気は大きく低下しているとしているよ。大隊戦術群は、その要求する物資に対しての兵站能力が非常に限られており、2から3回戦で十分な衝撃力を発揮することは可能であっても、現在のような長期持久戦となると、兵站組織への大きな負担から兵站が混乱し、不利に立たされかねないと、以前ロシア軍と合同訓練を行った中国人民解放軍の分析があったんだけど、その分析が正しいものであったと、現在のロシア軍からは言えると思う。また、ウクライナ軍についてはアメリカや NATO 加盟諸国からの兵器供給における主要な中継地であるポーランドから東部が離れているために、供給された兵器の到着に時間を要しているようだと見ているんだ。前進を妨げられて士気の落ちたロシア軍に対する有効な攻撃として、後方の兵站を叩くことが軍事専門家などから指摘されているが、ウクライナ軍には長射程のミサイルなどの装備がなく、現状では難しいな。そのため、ウクライナのゼレンスキー大統領は、アメリカのバイデン大統領に対して新型の 155mm 榴弾砲と長射程誘導砲弾の供与を要請し、それらがウクライナ国内に配備されつつあるぜ。 155mm 榴弾砲は通常では射程 20km 前後であり、後方の兵站支援部隊などへの攻撃は難しく、また間接照準火器であることから戦車やトラックなどの移動目標への攻撃には向いていないんだけど、アメリカのレイセオン社とスウェーデンの BAE システムズボフォース社が共同開発した長射程誘導弾 M982 エクスカリバーを使用することで 40km 以上の射程と精密射撃によって後方の兵站を攻撃することが可能となるとされているよ。5月の初頭にはイジューム正面において軍団級の指揮所を砲撃し、相当の戦果を上げるなどしており、今後の活躍が期待されているな。さらに、アメリカからはスイッチブレードやフェニックスゴーストなどの対空時間が長く、長距離を飛翔する自爆攻撃型ドローンが供与され、現在ウクライナ兵が訓練を受けているとされていて、これらが前線に配置されるようになれば、ロシア軍後方の攻団組織を壊滅させることが可能になると見られているぜ。このところ、ウクライナ北部の国境に近いロシア軍の施設が攻撃されたとの情報があり、ロシア軍による偽旗作戦ではないかとの見方が広がっているんだけど、もしかするとウクライナ軍においてこれらの供与された長射程兵器が運用可能となり、その試験も兼ねて攻撃を加えているのかもしれないとの見方も出ており、ウクライナ軍が反転攻勢に出る可能性が示唆されているね。その場合、指揮喪失のロシア軍が総崩れとなる可能性はあるよね。その通りだね。また、西側からの各種装備供与に加えてウクライナ軍自身がロシア軍から露獲した各種装備品の戦力化も進展しており、これらを合同して運用していられる大規模な打撃力をロシア軍に対して運用した場合、湿地の回復だけでなく、クリミア半島や東部2州の奪還をも視野に入れることができるのではないかという指摘もあるんだ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は、南極についてだよ。南極か、考えただけで寒くて風邪ひきそうだな。そう、あのね、南極では風邪をひかないんだ。え、なんで？寒くて菌が生きられないからなの？そう思うよね。でも違う理由があるんだ。その理由はね、まず風邪は人の体を媒介に活動しているよね。そうだね。でも、南極には人がいないから風邪をひかないんだ。だから、南極では風邪をひかないと言われているんだ。え、何その引っ掛け問題みたいなの？だって考えたらわかるでしょ。過去最低気温マイナス 89.2 度を記録したことのある南極で人が生活できると思う？か、考えただけで凍えそうだな。だよね。でも、全く風邪をひかないということでもないらしいよ。南極に出発する前にすでに風邪の菌が体に潜伏していて、南極に到着した後に発症してしまうこともあるらしいんだ。だから、南極に行く前は、徹底して体調管理をしているらしいんだ。なるほどね。それだけ徹底して体調管理しているなら、そりゃ風邪もひかないはずだよね。みんなも自慢してみてね。それじゃ今日の動画は終わりだよ。